はい、じゃあそれでは本日の予備論文ポイントコア講座、本日が民法の1回目の講義になります。このポイントコア講座については通学のカリキュラムの方はちょうど1月から始めてちょうど実務基礎科目を含めて大体半年ですね半年間にかけて7科目の内容ですね特に予備試験の論文式、それから今年はです、ね、試験日程が変わった関係もありましてある程度ポイントコアのカリキュラムをしっかりやりきればロースクールとの併願とかではね。南韓ローだと 試験日程の方がですね <laughs>、比較的まあ予備の論文に近くなってきますからまあその辺りのところでまあ必要不可欠なまあ十分な知識をえ網羅的にやっていくっていうのがまあポイントコア講座の目的ということになりますで一応、ポイントコア講座に関してはですね、講座としてはですね、カリキュラムのスケジュール表にもあるようにえとまあ講義編がまあ民法は5回ありますけれどもまあ各 まあ3回から4回のえまあ解説講義、それからえまあ1回の過去問講義編という形でえまあ7科目を進めていきますがまあ基本的に使うテキストに関してはえこのえ少し映しますけれどもチェックシートの方を使っていきますえまあ一応、チェックシートに関しては講義編というものとえそれからまあ通常のチェックシートという形のえ普通の枠になっているもの。 それから問題集という形です3点セットでありますけれどもこちらが予備試験に関しては近年、傾向としては受験層がある程度、司法試験、在学中受験できるような関係である程度難しい問題というよりは基礎から標準的な問題について確実に回答をするという意味では基礎から標準のところを外しちゃいけないという傾向が非常に強くなっていますのでそういう意味ではもう絶対に外してはいけないものというのをすらすらと出てくるようにしていくというのが目的 になります。で、まあ講義としては、まあ一応このチェックシートっていうものは、まあ一応この枠になってるやつですね。まあこちらはまああの例えば持ち歩くときとかね、えー、復習するときに、えー、まあ実際に。 反復していただくっていうようなものが想定されているわけですけれども、まあポイントコアの中ではこれ結局まあ入門講座とかでもね、まあこういうふうな形のものっていうのはあるけれども、あのじゃあ実際に正確に理解できているかとか、まあもしくは問題の中でそのまま使い方であったりとか、まあ正しい理解ができているかっていうスクリーニングをかけていくというのが目的になります。ですので、まあ基本的にはこのポイントコア講座のまあ一応想定している層というのは、まず入門レベルというのかな、まあ一回まあ入門レベルを一通りやっていて、まあ入門レベルに関して。 ある程度の,あの、まあ、内容の把握ができているということを前提に、まあ、そこからまあ予備の論文式もしくは難関論の論文式試験の中で、えーまあ、しっかり書けるようにというところの,、えー、そのちょうど橋渡しになる、えー、ところがまあ目的になりますでなのであの基本的にはあの例えばまあ言葉の本当に、ね、あの概要の定義であったりとか、まあ、入門の一番最初に入るようなところっていうのはどうしても、えーまあ、ある程度カットされていくことになりますので、えーまあ、基本的に予習は全く求めません。えー、この もう目的は、とにかくもう半年間しっかりと受け切ることで、えー、7科目ですね、えー、まあ実務基礎科目を含めると9科目について、えー、抜けているところがないかということとあともう一つがあの知っているつもりだったけれども実はこれ、ちょっと間違った理解だったんじゃないかみたいなところっていうのが意外と、えー、まあ特に独学で学習すると往、ね、々、えー、にして起こってくるところだしあとは何らかの講義を受けていても、えー、なんとなく自分の中であのもやっとしているところみたいなのが、まあ、やっぱりあったらそこを解消していくというのが目標になってきますので。 えまあ、とりあえず予習の段階では、えー、特段まあチェックシート自体の枠を,、ねえー、それをなんか覚えてくるとかそういう必要はなくて、まあ、普通にあのあの対応するところを聞いていただければ大丈夫ということになりますでただ、あの一点まあ問題になるのが、まあ、入門抜けてるなという場合、ねまあ、毎回、進め方としてはあのチェックシートに即して1回の講義で大体80枠だね。 えまあ民法だったら約400個のえまあ枠がありますからまあ大体、ならすと80個前後の枠になるからまあ大体、震度の予想ってつくじゃないですか。 でその時にまあ、極端な話、えー、まあ、民法だったらまあ差替行為取り消しけなんか忘れてんなとかね次回差替行為ちょっと入ってくるけど忘れてんなとか、えー、まあ、もしくは総裁とかやってるけど忘れてるなっていう時にそこのところをま各自でその部分の基本概要だけあのさらってお,ておいていただけるというのが一つのあの予習になるかと思いますで,でその際にある程度頭の中にまあ民法の基礎知識とかまあ、民法に限らず、えー、法律科目の基礎知識が入っているのであれば、えー、そこの部分のあのまあ、チェックシートの例えばあの 中身だけ見てあの自分で大丈夫そうかなとだめだなみたいなところをちょっと春別しておくぐらいやっておけば足りるかと思います。あの 位置置けとししててはまあ復習の方に重点置いてしいほんですよね、えー、まあ実際には予習とかよりは、えー、むしろ講義の中で、えー、しっかりと抜けているところのスクリーニングをかけてでそれでまあ次回の講義までにそこの部分で抜けているところを潰していくという形でやっていきますであとは、まああのー、これはもう講座として、えー、進めていくので、えー、基本的にはあの情報をしっかりとあの付け足していく付加していくということが、えー、多くあるので、まあ、その時にまた人物関係であったりとか、まあ、あと理由付け3つ書いているけれども、まあ、理由付けの中でこれがメインだよね みたいな。まあ、そういう風うな。まあ、実際の試験場のまポイントになる点に関しては、あのこの講義編の方ですね。こっちはどっちかというと、チェックシートの方を、えー、まあ、実際にこうまあね、レイアウトを変えたものってことになりますが、まあ、こちらの方である程度触れていくとえー、まあで、ここにまあ書き足していくって形で講義進めていきます。で、あとはまあ講義の運用上の話でえっ、ー、とまズームで入られている方は特段。あの、えー、今。 おそらく今、これが映っててそのまま Zoom で受ければいいじゃんって話になってきます、ね、であとは通学で受けられている方もあの Zoom に、えー、入ることができますあの、通学の方も、えー、ですので、まあ、例えばお手元の、まあ、今日とかだったらいきなりってことになっちゃいますけれども、まあ、私の講座全般がこう,こういう運用になっていてあの通学で来られている方はあの えーとまあ、ズームで入ることができますので、えー、ズームの ID とかパスワードも入れていただいて、中に入っていただければ、あの通学しつつ、ですね、まあ、お手元のまあ PC であったり、タブレットであったりとか、スマートフォンとか、まあ、そのあたりのところで、まあ、あの大体、ズームで入っていただけると、まあまあ、これですね、まあ、書き込んだものも含めて、お手元にあるという状態になるので、まあ、教室だとどうしても遠かったり見づらかったりとかね、まあ、そのあたりのところありますから、まあ、うまくあの、まあ、PC とかで入っていただいて、でそれでもお,手元のあの、まあ、お手元にまあ講義画面がある状態っていうのも作れるので、 まあそこはあの毎回、ズームの情報がありますので,でズームで入られている方はもうズームで入っているという時点でおそらく皆さんの今は、ねえー、ズームでやられている方は、えー、そのまま。あのー まあこのような形で抗議画面になっていてまあ切り替わっていると思いますのでそちらの方で対応できるかと思います、あともう1点、ですねこちらもあのよく抗議を受けた後に結構出てくるのがあのどんどん書き足していく感じであの情報集約をしていきますがあの書いていくのがちょっと間に合わないとか追いつかないというケースは大にしてあるんですよね、え。ー まあ人によって変わるかもしれませんが、まあ、一般的にはなんか私は多分しゃべるの早い方で、えー、まあ結構しゃべってて、か書くときもばん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 書きながらやっていくんですが、あのもしこれが追いつかないっていう場合だったら、それはあの後でレジュメアップされます、書き込み済みのものが。 えですので、毎回あの講義についてはまあ欠席ウェブであったりとかあとあとになってマイページ上でウェブで見れるというまあそういう形になってますからでその時に毎回各回のレジュメという形でえまあ私がまあマーカーを引いたものとか書いたものについては全部あのウェブアップされるのでまあ最悪、講義の中ではまあ理解・納得中心にしていただいたりとかえまあ例えば苦手なところをスクリーニングにしていただいてであとは実際に書いたものとかねえ実際にまあ見,た見て書き込んだものとかについては後日、ダウンロードしてまあ手元に置いていただければ。 そうするとチェックシート自体はまあ講義用と通常のとあと問題集ってありますけどあとはまあまあダウンロードしてしまえば書き込み済みのものっていうのも一応講義後に手に入ることになってますのでまあそのあたりのところはねうまく使っていただければと思いますではそれではえと今日え内容としても全部でまあ4時間という講義日程になってますでただ講義自体はまあ4時間かけるっていうのはちょっと合理的ではないというところになりますので3回ほど休憩入れますだいたい1時間弱ぐらい講義をしてで休憩を入れます で通学 Zoom で受けられている方は、まあ、通信の方はおそらくあの、まあ、チャプターごとに切られて見ることになるからあまり休憩時間関係ないとは思うんですがえ通学 Zoom で受けられる方はあのだい,たいまあ休憩3回入れますけれども、まあ、2回目の休憩ちょっと長めに取るという形で、まあ、短め休憩2回と真ん中に長い休憩1回でやっていく形になりますで今日はですね、えー、おそらくまあ民法の一番最初ということになるので、えーまあ、意思表示代理時効というあたりですかね、えー、そこら辺のところを網羅的に見ていく形になります、えーまあ、一応事項最後まで1回 いいかかどどうかっていうとちょっと怪しいところはありますけれども、まあ、民法の総則部分について、まあ、抜けているところがないかというのを、えー、追いかけながらやっていくことにいたしましょうでは,それではです、ね、早速ですけれども、まあ、民法の総、ね、則部分から、えー、確認していくと、まあ、あの民法総則自体はまあ言い出せばすごいきりないんですよねたくさんやることあるわけですよねあの例えば、制限行為能力の問題であったりとかあとは法人とかさ、ねえー、まざ、あ、ま民法の総則部分はありますが、まあ、論文で問われるといったらもう3点セットなんですよねもう意思表示代理事項です。えー、でこの意思表示代理事項について でまあ正確な理解というものができているかでまあ特に意思表示についてはまあ条文がね。えー そこまで多くないところになりますから、えー、まあ条文の知識というのを前提にまあ論文プロパで問われるところをまあ見ていくことになりますでまずやっぱり重要になってくるのは、ねえー、もう一,一番最初、ね、やっぱり94条2項論、えー、になってくると思います、えー、一応まあ94条に関しては原則としては、えー、94条にで、えー、虚偽表示についての規定はありますが、えー、基本的にまあ出題されやすいのはやっぱり類推適用になりますよね、えー、94条2項の類推適用論ということになりますが、まあ、その前提としてそもそも94条2項に限らず94、えーまあ 権利外観法理についてはすらすら言えるようにしておいてほしいかなとで一応、権利外観法理の内容については3つ、ねえー、虚偽の外観の存在、本人の奇跡性第三者の信頼を要件にすると、まあ、いうことで、まあ、特に、えーまあ、94条2項であれば大体の場合は、えーまあ、いわゆる権利者を逸合わせるような虚偽の外観があって本人がそれに対する奇跡性があってそれを第三者がまず信じたということを要件としてこれ効果ちゃんと言えるようにしてほしい。 取引安全の観点から第三者を保護する考え方なんですがこれで例えば所有権を得るとか,あのなんかあの保護されるという抽象的な,なんかものにしちゃうと、まあ、予備試験に限らず論文でやられちゃいますこの第三者の保護って何かというと第三者が信じた通りの権利取得するということねあの例えばそれが所有権が得られるって信じたんだったら所有権認めればいいけれども必ずしも所有権じゃないでしょう、えー、例えば賃借権を得てるって信じる人もいるわけですよ えー、虚偽の外観を信じて賃貸をした受けたということであったらその時に得られるのは賃借権だし、えー、例えば正当な権利者だと、まあ、例えばですよ、えーまあ、所有権登記を見て、えー、この人が所有者だって信じて債権者が定当権をつけたとで定当権をつけたんだけど不実登記でしたみたいなケースもあるでしょその時は所有権を得られないでしょ信じた通りの権利というのは自分が定当権を得られると思ったことに対する信頼なわけですよ。 ですよねまあ、実際に例えば A さんと B さんが通報拒否表示やってで実際所有者は A なんだけども B が所有権があるかのような登記があってで B の債権者 C が抵当権をつけましたという場合だったらそれはまあ不実登記だとして、えー、まあ権利取得は原則できないけれども94条2項、まあ、通常、累積適用になるかな通報がなければ通報があれば直接適用です。 え通報があれば直接適用だけど通報がなければ累推適用ですがその時にに94条二項論を使っていくわけだけれどもその時に第三者保護と言われたときに信じた通りの権利取得っていうことねえ信じた通りの権利取得を認めようとまあいうのがこの権利外観法理の効果ですねでこれもあの要件と効果なんですよ究極的に言うとその結局信じた通りの権利取得をするっていうことが権利外観法理のまあ効果になっていて でそのための要件がこの3つなんですよ、えー、虚偽の外観本人の奇跡性第三者の信頼ということですで、えー、と一応念のため、えー、これも口頭で確認しますが論文書くきこの順番守ってくださいあのいきなり奇跡性から書くっていうのは論理的に間違ってるからねあのまず虚偽の外観が存在していてその虚偽の外観が存在することに対する奇跡性だからそもそもあの奇跡性から入るっていうのは間違いね あの一番最初論理的に考えたら虚偽の外観があってその虚偽の外観に対して本人の奇跡性があるでそしてそれのえ第三者っていうのがその虚偽の外観に対する信頼が何らかの形であると、まあ、いう形になりますからまあ論じる順番としては123の順番で書くというのがまあ一般的かなと思いますあの少なくともあの1に先行して2が出てくることはないので、えー、ま,あまず不実登記がありますその不実登記に関して A に奇跡性がありますっていう話でしょう と、えー、ということになりますから論じる順番は、えー、ちゃんと1、2、3の順番で論じるということは忘れずにでであとはですねあ,のある程度学習進んでいるという前提での確認ですがこの権利外観法理は基本的に直接適用の場面にはと答案上書く必要はないですからねあのたまに見るんですよねあの94条2項の通常の場面で権利外観法理っというのを持ち出す人はいるんだけどあの別に法理持ち出さなくても94条を使うんだったら要件満たせば終わりなんで。 相手方と通報した虚偽の意思表示があってそれについて第三者が善意ならばいいんでしょう。 で権利外観法理自体がもう条文上表れているわけだからそもそもこういう一般法理が出てくるって場合は直接適用ができない類推適用の場面で初めて表れてきますから、まあ、94条2項の、えー、適用の場面ではあの普通に粛々と、えー、当てはめていけばいいということになりますので、えー、だからまあこれからやりますけどあの類推適用って基本はどういう順番でやるか直接適用できなくてでそして類推の基礎があるということをやるこの類推の基礎があるかどうかでこの法理が出てくるので、えー、そこはあの確認をしておこう。 であとはもう一つ、本当に一番最初だからちょっと早い,早いけどやっていくとあの直接適用か間接適用かの違いはあの94条2項の場合はもうシンプルに通報の有無です、あの結局、ね、直接適用なのに間接適用だってかあの、ごめんなさい、直接適用なのに類推適用って勘違いしちゃってる答案って結構見るんですよあの、例えばお互いに A さんと B さんが税金対策のために話し合って、A の所有する不動産を B に動かすっていう形にして、登記つければ、それ、直接適用でしょ。 普通に AB 間で所有権移転の虚偽表示があるわけだから意思表示としてなのであの基本的には通報があるかどうかっていうこととあと意思表示が存在するかどうかで、ねえー、いわゆる通報した意思表示が存在するのであれば、えー、それをもって足りますので、えー、そこはあの直接適用なのか完成適用なのか見せらないようにしておきましょう。 で最初にあの直的をめぐる問題をやっておくとあの94条2項の第三者、えー、とこれ、言えない人結構いるので、あのあのサクっと言えるようにしておいてください、あのもうキーワードは新たな独立の法律上の利害関係人です。 えともう担当の中でもこれはたびたび聞かれてますからあの94条2項の第三者に当たるか当たらないかみたいな話というのは、えー、新たな独立の法律上の利害関係人に当たるということになりますで大体まあいわゆるあの転得者系が多いんだけれどもあの別に転得者に限らず新たな独立の法律上の利害関係があればあの94条2項の第三者ですであとはその上で定義として拾っておいてほしいのがあのこいつですね えーと当事者包括証券人は入りません、まあ、包括証券人ということはまあ相続人ですよね。まあ、896条ですかあの、相続は包括証券になりますから、えー、そうするとまあ意思表示の当事者と包括証券人に関しては、まあ、例、ね、については、包括証券人については、これはごめんなさい、ちょっと書き直しますけれども、まあ、包括証券人だったら、そもそもこの人というのは、ま、あ 当事者になりますから。まあ包括証継人自体は当事者になるので、出てきた時には必ず一応、包括証継人は入らないよ。ってことは確認しておいてください。まあ、特にあの試験対策でやっておくと、あのまあ担当っぽくなっちゃうけどね。一応まあ担当も受け入れるでしょ。なので、やっておくとだからよくあるのがこういう話よ。a から b で94条1項の通謀協議表示があってで、例えば c に行ったら294条2項の第三者になるよって話だけど、要は b が死んで c が相続しているって言うですね。 B が死んで C が相続してるっていうときにこの C に94条2項を使うことは絶対やらないでくださいってことですあのでで特にこれはあの私が入門の時必ず言う話論文でも言うんだけど相続発生した時にこう書かなきゃいいですあのよくあの相続発生すると、えー、まあ実際に B が死んで C が包括処刑したってなるけど間違えそうだと思ったらあのイコールで書くようにしておいてください あのもう相続っていうのは包括象形だからあの基本的にはこの時に第三者に当たるか当たらないかって結構ミスっちゃうのでこの時にはまあ包括象形なんで、えー、まあ図で言うとこういうことですね、えー、このように今 C が包括象形人ってことになるからそうするとまあこの人っていうのは94条2項の第三者に当たる余地はないってことですね。 まあこれは第三者の要件で外れてしまうということになりますので,えであとは、ねあのこれ、答案書くときによく言うのが、の一言書けばいいから、明らかならば、例えば、転得者だったら、当事者および包括承継人以外の新たな独立の法律上の利害関係人に当たるということを書けばいいので、一応、第三者というのは一応定義があるもんだから、答案戦略上、外すってことありますよ答案戦略上こんなの書いてらんねえよときは外すけれども、もし余力があるんだったら、一言と言。 例えば C さんという人が現れてこの人94条2項で保護するかう々ぬんという話だったら、えー、このものは当社包括承継人ではなく新たな独立法律の利害関係人である点得者であるといいあとはまあ試験対策でやっておくのがこれ法律の利害関係人、えー、とおそらく、えー、と入門では必ずやるんですが土地の虚偽表示で建物の沈着人は入らないからねあのよく出てくるんです。 あの土地に関する利害が例えば A さん B さんに関して土地の,ちん土地の例えばね虚偽表示が行われて B さんが所有者であるのような、まあ、土地の外観が生まれている陶器とか、ね、でその時に土地上に建物が建っていて建物を借りてる人がいるとで建物を借りてる人が、まあ、実際には、えー、その土地については B さんは所有者じゃないよっていう時に、まあ、94条2項で自分の建物賃借権を保護されたいっていう主張をすることがあるんですよ。 でですす。がそれは無理ですあのどうしてかというと法律の利害関係ないからね。あ,のあくまでもあのよく出てくるのが建物の所有者というのはこれ、よくある話で、ね、建物を所有することは土地を占有することなんですよ。 えとまあ、つまり建物っていうのは宙に浮いてるわけにはいかないわけですよね、えー、建物が存在するっていうことはもう必然的に土地の使用を伴うから建物を所有していれば所有を通じて土地を必ず占有するので建物の所有者は土地への利害関係は必ずあるんです一般的には、えー、つまり建物を持ってるってことは建物を持ってる時点で空中に建物は浮いてられないわけだから土地の占有は必然的に伴うので土地の占有者たる地位を直接得てるんですよなので、えー、一般的には、うん 土地の所有者というのは土地に対する利害関係、まあ、今回は法律上の利害関係はあると、まあ、あるとされるんですよ。ただし、気をつけてほしいのが、これ、担当でも聞かれてます、建物の新着人というのは、これは入りませんということですね。建物を借りてるだけなんで あの土地を占有しているのはあくまでも建物所有者の占有を通じて感性的なものなのよ。あくまでも、えー、例えば簡単に言ってしまうとあれですよね、えー、大きなビルの中のテナントで病院開いている人が、えー、その人が土地を使ってますかって言ったらそれは法律上はあのやっぱり利害関係としてはない予定せざるを得ないわけですね、えー。ということです。<laughs> なのののでであくままも建物賃借人人場合ととははちょっと違っ違ててきますだからこの人は土地に関して まあ94条2項の第三者性はないと、まあ、いうことで、だからもちろん建物に関しては利害関係あるよ、建物の通防虚偽表示ならば、建物の通防虚偽表示について、えー、もちろんね、建物を使ってるわけだから、利害関係はあるけれども、まあ、土地に関しては利害関係はないということになりますので、ここはしっかり確認しておいてください。 ではあとは94条2項論、どんどん見ていきます。えー、とまず、この辺のところはもう担当っぽくなりますが、一言でいいです、あの94条2項の善意の第三者、分離解釈上、無過失いりませんね、過失の馬は問いません、で一応これ、も条文上ないようで、一応私はいいかなと思ってます、あの論文対策でいうとね、94条2項の第三者というのは、無過失いりませんと、であの実質的な理由だけ説明しておくと、94条2項が直接適用されているということは、本人の奇跡性、めちゃくちゃ大きいんですよ。 だって通報競技表示でしょ。ということは本人の奇跡性めちゃくちゃ大きいから、まあ、第三者は積極的に保護しようということになるんです。えー、ですからまあ例えば AB 間で通報競技表示が行われて通報競技表示が行われてでその後にまあとに C が転得者として94条2項。 の転得者として現れた場合、まあ、この時にはまあ A の奇跡性非常に大きいですから累計的にで A の奇跡性が大きい以上は積極的に C を保護しましょうってことになるので、まあ、その場合だったら C については無過失までは要求しないってことになりますでこれは94条2項の直接型だったらそうでしょそもそも通防拒否表示の奇跡性大きいからでこれが累積適用になると話変わるよね 累積用になった場合には本人つまり A の軌跡性が大きいか小さいかによって判例上 C に無過失まで要求するかって変わってくるわけだよね、まあ、その辺のところはまたあのすぐやっていきますが、まあ、少なくとも本人の軌跡性が非常に大きいと、まあ、いうところから、えーまあ、第三者保護の必要性はより強く働くということねであとはもう1個登記、えー、いりませんね全種公主の関係に立ちますから対抗関係ではありませんで登記いらないようもなんだけど 担当だったらこれでで解けるんですよただ論文だった時にしっかりやってほしいのが争いはあるんだけどこれあの C がこれ94条2項で、まあ、所有権の話としましょう、えーまあ、C が所有権の話とした時にあの権利の移移転転どう移転しますあのよく間違えるのが A から BB から C に順々で移転するって考える人いるんですがそれは大きな間違いねそもそも94条2項はあのまく、あ、な,ない94条1項の通防虚偽表示は無効だから B に対する権利移転は生じてないからね ということは94条2項で保護された場合直接 C に行きますからね,いいですねあの A から B、B から C というふうに順々に権利点するわけではなくてあくまでも所有者である A はそのまま直接 C に対して権利点するということになりますあの繰り返すけれども94条1項って無効だから B に所有権が移転することはありえないんですよなのでまあ直接承継みたいな形になると、まあ、いうことになりますだからあのちょっと順番変わっちゃうけれどもよくこれ間違いやすいのが <laughs> えとね、番と 6, 番6番、7番の問題でよく担当でも聞かれる話なんですよ、6番、事案としては考えられるのが虚偽表示を信じた第三者と真の所有者からの譲り受け人の関係っていうことです、まあ、実際、なんなんじゃった話だけど、まあ、例えば AB 間で通報虚偽表示があって、A が所有者でしょで、A が所有者で、この時に虚偽表示を信じてまあ多分登記がここにあるとしましょうか。 えー、虚偽表示を信じた C がいてこの人が94条2項で第三者に当たるでその一方で A は D に売却したと、まあ、D に売却したでこの時に対抗関係になるよっていうことだよねもともと繰り返しになりますけれどもあの A は通報虚偽表示で無効なので所有者なんですよ AB かの関係では。 AB 間の通報虚偽表示においてはえ少なくとも通報虚偽表示無効だから所有権の移転は AB 間に生じてないから A 所有者でしょ。ということはこの権利移転は普通にできるんですよ。A から B に対する権利移転っていうのは普通に可能なんですよね94条1項で無効だからで一方で C が94条2項の第三者に当たってるわけでねということはさっきの直接的に A から C に権利移転するんです。ということはこれ A を起点としたダイレクトな二重譲渡だよっていう理解をちゃんとしてほしい。 ということね、でそうすると A を起点として、えー、94条2項を介して A から C への直接の所有権移転と、えー、所有者である A の D に対する売却行為というものが、まあ、二重譲渡になっていてでそうすると、これ,はあれでお互いに不完全物件変動になっているから先に登記と等が勝つと、まあ、いうことになるので、まあ、これはあの結論からするとこれなんで登記の前後で決まるという話だけれどもあの真の所有者を起点とした二重譲渡という点、ね、をちゃんと理解しておく必要があります。で で6番だったら、これあ、まあ、そんなに影響ないんですが、これ7番みたいなケースなんですよ、B が二重乗としたときの、えー、考え方、これ、多分論文でまだ出てないんだけど、まあ、出たら結構差つくと思う、えーまあ、実際、AB 間で、A、AB 間の虚偽表示があってで、それで B が C と D にこう売却をしているっていうケースです、まあ、当期ある前提にしましょう、まあ、こういうケースですね。<laughs> まあこういういケースですねで A が所有者でこの時にあのよく皆さんがあの答案書く時に間違えちゃうのがけ結論は同じなのよ C と D で登記等とか勝つのよ、まあ、二重条とっぽくなってるから、えー、なんだけどでこの時に答案上 B を起点としたって書いたらもうあの大原点食らうよって話ね、えー、あくまでも C と D が94条2項の第三者に当たると。 まあいう前提だったら C は94条2項を通じて B から所有権を得るわけじゃないからねあくまでも A から所有権を得ますつまり A から C に対する権利点で D は D で A から直接に権利点をするわけですよということはこの事案っていうのはこういうことねあの真の所有者である A を起点とした二順譲渡になっていると。 まあいうことになりますから、まあ、先に登記を取ればいいっていう話ではあるんですがあの、まあ、これ自体はま,あそうそうまとめていくと結局だからこういうことです A から CA から D っていう形で、えー、ここは177乗の問題になっているとだから B は出てこないってことで、ね、ここが177乗の関係になっているってことになります えと一応、なのでまあ結論としては対抗関係に立って、登記の戦後で決まりますよということはいいんですが、この米印もある通りえとおり、94条2項の第三者というのは、真の所有者から直接に権利承継するわけだから、真の所有者を起点としたもの、だからまあコメントにも入れたけれども、B を起点としたものではないよということは留意してくださいあ、あくまでもえ B を起点としたえと承継ではなくて、あくまでもこの A だね。 A を起点としたものであるということは、ちゃんと答案上は評価したいということになります。じゃあ、ちょっと戻りましょう。えー、とあとはもう、なんか、あ,のある程度、やってる方は、もう、おさらいみたいな問題が多くなりますが、あの第三者の範囲ですね、転得者が入るよっていうことは、まあ、いいやね、あの一言書けばいいですから、まあ、A、B 間で通報共有表示がありました、で、まあ、C、D っていうふうにいったときに、問題になるのは、こういうときだよね、こういうときだよね、あの、えっ、ー、と、ごめんなさいね。 この×が悪意、えー、丸が善意というときですね。で、このときにまあ AB 間で通報共有表示があって、まあ、C から D っていう形で次々点々譲渡が行われて、えー、C が悪意だった場合ですかね、えー、C が悪意だった場合にまあ D が保護されるかっていう問題になりますけどこれはあの94条2項に含まれま、えー、れれすこは94条2項の第3に含まれます。 ですから悪意の転得者も第三者に入るということですねだからこれは第三者にもう入るよってことですね転得者もね、えーまあ、転得者であったとしても第三者で入りますよってことになりますでこの時の善意の対象は C の無権利だねこの時はねあのこの場合に ABCD っていう形で、えー、転々譲渡が行われて D が94条2項で保護されるっていう場合の信頼の対象、えー、つまり言い換えれば94条における善意の対象ですよね えというのは C が無権利だってことにな,りなるよね、これはね。もちろん、全種が無権利だってことを知ら,知らなかったってことです。全種が無権利だっていうことを知らなかったってことが税の内容になりますから、ここはあの頭に入れておけばいい。あと合わせて5番がこの逆パターンだよね。5番が逆パターンってことになりますが、5番ももうよく出てくる話で、A、B、C、D っていう形で94条1項で。 A, A、B、C、D でこの人が全役員だった場合この時は論じ方としては C でも権利が固定化されますねあのいわゆる絶対的構成ってやつですえ一応 C っていうのがこの人94条2項で保護されるでこの時も絶対的承継あごめんなさい一般的に絶対的構成になりますからここでもう所有権が A から C に移ってるっていうことねだから D の全役取りませんからね 1>, えー、もう1人でも94条2項の第三者に当たるものが現れたってことです、えーまあ、AB 間で十四条二項のあ,あごめんなさい AB 間で通報給表示があってで C が94条2項の第三者として保護されていると、まあ、いうことでしょ。であとは C から D に対して、まあ、この後転あと転売みたいな形になったとしてもあのこれはあのなんか94条の問題とは全く関係なく普通に承継しとくね。 えー、つまり確定的に B はあの C は所有者になってるわけだからあのこの時にここは普通に C から D に対して普通に承継取得がなされてると。でいとねだからもし仮に D が所有権主張するときに自分が第三者っていう主張はまあ基本的にしないからね。あの基本的にはあの例えば D があこういうことですよね。 えー、権利関係争っているときに D としてはどういう主張をするかという話なんですよで。D としたら別に94条2項とか全く関係ないんですよ。あの要するに C から買ったって主張でしょ、単純に。えー、C から買いましたっていう主張なんだから C が確定的に所有者であればそれで済むわけですよ。えー、なので、まあ、今回の問題であれば、えーまあ、D が所有権主張するにあたっては、えー、全種の C から承継取得したって主張になります。でそううすれば C っていうのは <coughs> 94条2項でもう保護されてますから94条2項の要件を満たしているわけだからストレートに C が確定的に所有権を得てそれを買ったとっいうだけの話になりますのでまあそうするとシンプルにこの悪意の転得者であっても保護されるということですねで一応、理由付けたくさん書いてあるんだけどとりあえず早期関係でいいんじゃない法律関係の早期安定とかね法律関係の早期確定の要請なんていうのがまあ中核的な理由付けとして現れてくるということです。 であとはまあここで理由付け一応あるんだけどあのもしこれあの余談ていうか丸三余談ではあるんだけどあの D が権利取得できないってことになるとあのどうなるかって CD 間の売買他人物売買ってことになっちゃうから D は C に対して債務不履行責任追及できちゃうんだよねでそうすると結局 C って全員者なわけですよだもし仮にこれが D が権利取得できなかった場合ね、まあ、有効に、A A、D が権利取得できなかった場合は まあ結局は、転、えー、得者である D というのは権利を得られないわけだから、えー、そうすると CD 間っというのは他人物売買だということになっちゃいますよねで、他人物売買だということになれば、えー、D は C に対して、えー、債務不履行に基づく損害賠償請求を恐らくすると思います、恐らく履行に代わる損害賠償を恐らく D は C に対してするでしょうから、まあ、そうすると結局、全員者が責任追及されるという結論になっちゃうので、まあ、やっぱり妥当ではないよというのも理由としてはよく言われてくるところなります。 でただこれプラスアルファで押さえておいてほしいのが悪意の転得者は保護されるかというこの論点であの、まあ、結論としては、ね、D は保護されるんですが、まあ、いわゆる C をわら人形として介在させるケースがありますよね、この場合ね、えー、その時には新義足の個別的適用で廃泄すればいいからね、まあ、大体権利乱用でしょだからまあ一応 CF で、えー、触れておくと、まあ、悪意者によるわら人形の介在というのは普通にあり得るわけですよ。 えー、要はの自分が権利取得できないから、間に全員者入れちゃえば済むってことになっちゃうでしょ、えー、いいですね、D からしてみれば、権利取得できないから、だからまあ入ってくると、D 自身だったら、えー、権利取得できないから、全、え、員、ー、者である C を間に挟んで、絶対的構成使って自分が所有権を得ると、まあ、いうことをやってしまうことができちゃうので、その時は悪意者によるわら人形、全、ま、員、あ、者ね、の介在。 というケースであれば、これはあの権利乱用、審議則ですね。まあ一般的には権利乱用になるかな。により、D のえー権利取得をまあ否定することができますので、特にあの絶対的公正の場合、 ほぼこれの問題生じるよねあの別にこれはあれですよねあの94条2項の話じゃなくて177条の議論とか再建譲渡の議論なんかでも常に出てきますよねこのいわゆる点々譲渡の場合1人全員者が入るとその後の全役に問わなくなるんでしょで,でその絶対的公正を取るってなった場合には、えー、場合によってはですね、あのー、わら人形、まあ、つまり全員者ね 悪意者が善員者を介在するというような弊害が生じることがあるのでその時にはこういう形で処理しちゃえばいいということになるでしょう、はい、で一応、まあえー、と4番5番についてはいわゆるこれ点々譲渡型ですね、えー、ということになりますであとはまあちょっと細かい話になりますけれどもこれはまあちょっと口述みたいな問題になっちゃうけど用物契約の場合ね えーまあ、例えば、えーと、学生的な消費対策契約なのか典型ですよね、えー、学生的な消費対策契約なのか、用物契約になりますけれども、用物契約の場合、94条2項が適用されるかっていう、まあ、ちょっと細かな問題あるんです、どうしてかっていうと、用物契約だったら、目的物交付しなかったら契約成立しないでしょ。ということは、目的物の交付前の段階の通報虚偽表示っていうのが、そもそも契約成立前の段階だから、意思表示出てこないんです。 なので94条2項が適用されないんじゃないかという議論があるんですがただ、一応判例は用物制約であったとしてもあの肯定してます、まあ、ちょっと問題の所在だけ触れとくと用物契約ということはそもそもこれ契約の成立ないよね。ということはそもそも。 意思表示のの有効以前の問題なんじゃないかと。まあ論文としてはそんなに論点としてはそんなに大きい論点ではないけれども、えー、まあ少なくともあの意思表示の効力が問題になるわけでしょ今やってる話ってで意思表示の効力が問題になるから、えー、少なくとも用物契約っていうのは目的物の交付を書く場合、えー、もには契約成立自体が否定されるわけですよ。 ということはそもそもその維持表示が有効無効っていう以前の問題でそもそも契約成立ないんじゃないかっていう話でしょう、えー、なので94条2項の問題とかが出てこないんじゃないかっていうまあ議論はあるんですが基本的にはあの判例はまあ要物契約であったとしてもあの94条2項は認めてますあの94条の適用を認めてます、えー、一応用物契約の成立を信じさせるに足りるだけの外観があって で第三者がそれを信頼したということであれば、まあ、目的物が交付されてない段階であったとしても、えー、一応94条2項の適用を認めていますので、まあ、ここはちょっと論点としての重要性 1, 1段階下がるけれどもしっかりやっておきましょうではここまでが直接適用で累積、えーししえー、適用型を一応やっておきましょう累積適用の場合一般的に4つの類型があの言われていますねで で一応論文対策として書き方だけやっておくと、まあ、直接適用ができないことをまず論じるわけですで通常は通報がないというケースが多いですかね、えー、通常は通報がないというケースで、まあ、94条2項の相手方と通じて下の部分が、えーまあ、満たされない場合には94条の直接適用できないのであとは直接適用ができないとして、えー、じゃあ <laughs> 94条2項の類推ができるかですそしたらもう論じ方としては、えー、直接適用ができないということを前提にあとは 累積の基礎を書けばいいと。で、累積の基礎を書くときに、えっ、ー、と、まあ、いわゆる権利外観法律を示す。で、権利外観法律を示して、まあ、累積の基礎があるから OK ってなるんですが、ただ、この時の書き方で気をつけてほしいのが、あれですね、94条2項の累積適用においては、本人の軌跡性によって、第三者の主観要件変わりますよねで。いわゆる意思外形対応型と意思外形非対応型で変わりますよね。 ですから、あの一応、まああの、これはもう知識面の確認ですけれども、えーと、9番、10番のような形であれば、これは意思がいけ対応型になるわけですよね、えー、権利者 A が B の承諾を得ずに、不実投票を作出したという場合、つまり、まあ、B の承諾を得ない、えー、いわゆる通報拠附表示の類推型です。 まあだから権利者 A が勝手に不実登記を作ったとっいうケースであったりとかあとは10番もそうですよね、これは他人がやったんだけれども黙認しちゃっているケー,ジケースですね、例えば AB 間で A の所有する不動産について B が勝手にやっているケースですねで、B が勝手にやっているんだけれども B 自身がそれを勝手にやっちゃってるけれども本人が黙認しているケースね。 ですよね。えー、つまり、まあ、9番の例というのは、権利者自ら、えー、真の権利者自らが不実登記を作出するというケースで、10番は真の権利者じゃない、まあ、通常、相手方かな、相手方が虚偽の登記、えー、を作出するんだけれども、えー、そのことについて、権利者が黙認ししちゃってて放置いるケース。でこの場合、どちらも共通しているのはあのー、本人の奇跡性が累計的に大きいんですよね。 つまり通報虚偽表示と同様に、えー、虚偽表示についての <coughs> 認識っていうものが真の権利者はもう持ってるんだよね。ということはその意味では医師外形対応型なわけですよ、えー、実際に作出医師と作られた外形が同じような場合で,でその一方で11番12番 これがいわゆる医師会形非対応型で11番の累計というのは本人は仮登記までしか作ってないんだけれども ABC モデルにしましょう A が本人で B が相手方で C が第三者としましょうそうすると AB 間の通報の中ではあ、ごめんなさい、えー、今回、通報しちゃうと通報共有表になっちゃうから <laughs> えと実際 A が勝手に B の名義の仮登記にしてたと。 えー、A が勝手に B 名義の仮登記にしたところ B がこれ幸いとして本登記にして売っちゃったってケースですでこの時は A の、えー、いわゆる作出意思っていうのは仮登記にとどまるわけですよね、えー、A の作出意思は仮登記にとどまっていてで実際に作られた外形っていうのは本登記なわけですよそうすると実際に、えー、本人が作出した外形虚偽の外形と、えー、ああごめんなさい、えー、ごめんなさい本人の作出する意思と作出された外形にそ齬があるわけだよね まあこれがまあ11番のケースですよね、まあ、実際作られたものについては、まあ、意思はこれなんですよね、えー、真の権利者 A の意思に基づいて作られたのは、えー、虚偽の仮登記なんだけれどもじゃあ実際にえ A の認識というのは虚偽の仮登記なんだけれどもただ一方でえ作られた外観というも、ねえー、虚偽の外観というのは本当っということになるからそうするとまあ意思外形非対応というのは意思はこれ A の意思としてはまあ仮登記ですよね。 B 名義の仮登記で外形っていうのは本登記でここにまあ一致がないっていうケースですねこれがまあ11番の類型で12番の類型っていうのはこれはあれですあの予備試験の問題でも過去に出てるやつねあの真の権利者から必要な書類全部預かってあげるよって言って嘘ついて。 でまあ、大体、高齢の人がです、ね、あの登記済み証とか持ってると危ないからと誰かに言われてでその人を信じて渡したところその登記済み証とか権利証を悪用されて勝手に売られちゃったとっいうケースでこれが12番ですよねつまり真実の権利者 A というのはむしろ騙されてるんですよその登記済み証を扱ってあげるよみたいな形で騙されて渡していたところ、まあ、特にこの言われるがままに登記済み証を渡すというのが奇跡性になるわけですよ。 言われるがままに登記済証を渡すなんていう、まあ、そういう奇跡性があってでその結果渡した結果その受け取った人が書類を悪用してしまったっていうケースであれば、まあ、虚偽の外観が作出されるとでこの時の意思っていうのはそもそもこの人には外見作出しないよねなんだけど不注意な行為によって 例えば所有権登記がこう作られちゃったとで、まあ、こういうケースですよね、えーまあ、この11番と12番っていうのはその本人の作出意思っていうのがあの虚偽の作られた外観と一致してないんですよねで,で一方で9番10番のケースっていうのは、まあ、完全に一致を見てるわけです、えーまあ、B 名義の登記を作るっていうことについて、えーまあ、9番も10番もどっちが陰線員、えー、ごさい どっちがイニシアチブを取ったかは違うけどね9番10番どっちがイニシアチブを取ったかは違うけれども、まあ、結果的に第三者が入った段階で、まあ、第三者がかあのいわゆる第三者が入ってきた時点においては A は、えー、虚偽の外観の作出意思は全く欠けるところなくあるわけですでそうするとこの、えー、判例の立場をしっかり理解してほしいのはあのいわゆる意思外形対応型っていうのは本人の奇跡性がでかいんですよね、えー、本人の奇跡性がでかいんです でよく私もこれちゃんと論じ方をちょっと触れておくと、医師外形対応型というのは、本人の奇跡性が大きくて、これは94条1項と同じなんですよ、結局、通報してるのと同じだけの奇跡性になるわけだから、そしたらやっぱり第三者保護の要請、高いわけですよ、えー。第三者保護の必要性は大きいわけですよ。 ということは第三者の必要性が大きいってことは第三者保護要件は全員でオッケーですよってことになるわけですよね。で一方で医師外系非対応は九十四条一項よりも少ないんです。あだからこれどっちも同じですよね結局結局どっちの 要するに自己作出だろうが他人作出だろうが結局累計的に本人の貴積性が94条1項と同じなんだから第三者保護要件を同じにすべきだという話になるわけですよで,でその一方で医師が一非対応の場合は本人の貴積性が小さいで特にまあ言ってみればこれよく私がなんか言葉を選ばずに言うとどっちも被害者なんですよ11番も12番もある意味 11番っていうのは仮登記にしてたら勝手に本登記されちゃったわけだしえまあ12番もあのなんか勝手に書類悪用されちゃってるから落ち度はあるのよ落ち度はあるにしてもまあ落ち度がなかったらそもそも本人の奇跡性ゼロだからえそもそも本人の奇跡性がゼロだったらえ94条2項の類推的はありえないんでえまあ今回はそれはないとえではあるけどまあこのいわゆる意思外形非対応型の場合ちょっと言ってることを重なっちゃいますけれども あの本人の奇跡性がやっぱり小さいんですよ。ということは、第三者保護も要請は相対的に下がるんです。いいですね、本人の奇跡性が小さいということは本人もかわいそうなんだから、えー、何でもかんでも第三者保護するわけにはいかないから、判例上、全員無価値まで要求すると。という話だよね。うん、まあこの辺あのさっきと同じになっちゃうから。 あの後で PDF で落としといてもいいかなって気もするけど、えー、の必要性が下がるわけです。まあ、これとやってること同じね。従って、全員無過失まで要求すると。全、ま、員、あ、無過失まで要求しましょうっていう話になるわけですよ。ということでね。で 一応これを知らないっていうケースは多分まあないと信じたいんだけど知らないっていうケースはないと思うんですよあのー、ここまで勉強してるとでただ答案書くときにこれで、ね、書き慣れてない人は答案全く書けないんですよどうやって書くかは自分なりにちょっとシミュレーションして権利外観法理の時にこの類推適を書くときにまあ私の必要推奨してるのは直接適用できないわけですいやで、ね、まずね で直接適用できないとして、じゃあ、類推適用できるかどうかで、えー、権利外観法律書くでしょう、う権利外観法律の中で論じちゃえばいいです、あの虚偽の外観、外観作出の本人の貴積性、第三者信頼っていうところの中で、でそ,そこの中で、えー、虚偽の外観作出における貴積性が大きい場合には善意で足り、まあ、もしくは、えー、この貴積性が小さい場合には善意無過失まで要求するってことを最初に言っちゃうといいと思います。 で特にもう問題文を見たら医師外形対応か非対応かって分かるじゃないですか、事例問題の中で。だからもし仮に、医師外形対応型じゃなくて非対応だってことであれば、この権利外観法理を一般的に論じていく中で、でまあ、保護する考え方であるとした上でで,で、本人の貴責性が94条1項で想定されているよりも小さいような、医師外形非対応の場合には、第三者保護の必要性が下がると、本人、い、ま、わ、あ、ば本人保護の要請ってことになるだろうね。 本人保護の要請から第三者には全員無価値まで要求するべきであるってことを書いて具体的に当てはめちゃえばいいかなっていう感じあのどこで書くかは分かれるとは思うんだけれどもあの結構医師がいけ非対応型とか対応型ってあの論文書き始める最初の時に一番ぶつかるところなんだけどあのやっぱり一般論として最初に書いちゃうと書きやすいっていうのは言えるかなで特に医師がいけ非対応型の方が多いじゃない。えー、そそのの時にはその 権利外観法律を述べる中で本人の奇跡性が、まあ、でこの時にもちゃんとその意思外形ひ対応うってただ書いても通じないからちゃんと内容を書いてねつまり本人の作出意思が作出された外形に対応していないような本人の奇跡性が小さい場合にはって書けばいいわけでしょ。 医師が行け、非対応って書いても何のこっちゃ分かんないからあのそれじゃあの点数来ないのであの言ってみれば作出,、えー、出された外観が本人の想定していた作出意思というのかな本人の有していた作出意思に合致していないような本人の奇跡性が小さい場合にはってことでしょその場合には94条2項の本人の奇跡性と比べて小さいわけだからですからそうすると本人保護の要請 もしくは本人保護の要請や第三者保護の要するに必要性が下がってくるということから善意無過失まで第三者に要求すべきであるとしてで具体的事実関係の中で意思外形主体を認定すればいいとじゃあ今回の事例では作られた外観はうるさい今回の事例では作出意思はこういう作出意思でこういう外観が作られているわけだから善意無過失まで要求するんだということを書いてあげればいいということになります。 あの一応、これね、一論点なんだけど、あの意外と忘れちゃうので、あの見といてくださいあの、ここはね、いいですかね、あの書き方としてはあの、権利外観法理の中の、まあ、いわゆる二次規範っぽく使うのかな、権利外観法理の中で、えー、その権利外観法理の具体的説明として、意思外形対応か非対応かによって、第三者保護要件変わるよっていうことを、もうある種、規範のように書いちゃって、具体的な当てはまの中でやっておくっていうのが、一番まあ、クレバーかなと。 であとはこれ、あのだから勉強でちょっとあの迷子になっちゃう人がよくあるのがあの判例はこの、ね、94条2項の医師外系被体を11、12みたいに方位併用というのと類推適用という使い方を変えているんですがあのこれはもう気にしなくていいです、あのどっちも類推でいいですからね。あの判例は一応法、ね、位を併用しというふうに使っているケースあの方位に照らしかな、確か。 行為に照らしって言ったりとかあとは、類推適用って言ったりとかありますけれども基本的にあの予備・労とか、まあ、司法試験も含めてその違いを聞くようなことまで求めてませんので、えー、まあ私はあの答案を書くときには全部類推適用であの統一してます。 あのかえってどう違うかなんて説明は分からないからね、えー、なので累積適用になるというところですあとは12番気をつけていただきたいのがあのこのいわゆるなんかおじいちゃんが勝手になんか登記済み証とかを渡してたら使われちゃったっていう場合だったらあの必ずあの奇跡性の認定忘れないでくださいねあの、まあ、ここにもあるとおり全員、まあ、無過失まで要求するんですよ、まあ、こ,これですね、えー、意思外形非対応型だった場合には全員、まあ、無過失 えですかねえー、全員無過失の第三者を保護しているわけですが、えー、やっぱりこの本人の奇跡性を忘れずに、えーまあ、つまりこの言われるがままに、えー、この投機済証を渡しているみたいなことが、まあ、本人の奇跡性を基礎づ,、えー、づけるんですが、でこの時にあに、答案上ね、評価を忘れないでね、なぜ登記済証を渡すことが奇跡性なんですか。 そしたらこれはやっぱり不動産における登記の位置づけを必ず書いてくださいねということになります、えー、つまりまあ不動産の場合結局登記済証などの重要書類っていうものがあればえまあ言ってみれば登記なり権利移転みたいなのできちゃうわけでしょ、まあ、そういう重要書類であることを知りながら渡したことが奇跡性ね、えー、まあただ単に登記済証を渡しているため奇跡性があるではえ説明になってないということでじゃあ記済証じゃなくても物を渡せば何でも奇跡性になるのかって話になっちゃうでしょ ちょっと買い物行くから自転車持ってってだって奇跡性になっちゃうのかって話になるわけであのこれは不動産の投機済み証であるとか不動産の権利点に必要な書類っていうものであることっていうことですねまあ特に不動産のような高額なものとかそういうのも含めて高額物件に対してその権利点を可能にさせてしまうような書類というのを漫然と渡していることそれが奇跡性になりますからそこはまあしっかりとえ触れていく必要があるかと思います。 では、えー、94条2項論についてはこの類推適用の書き方というところもありましたけれども、えー、合わせて、えーまあ、意思表示このセットでやっちゃおうかなと思っていまして、えー、と一応あの、錯誤論については大丈夫かな、えー、95条のいわゆる錯誤ですが、まあ、いわゆる動機の錯誤については要件整理できるようにしておいてくださいあの条文見て引ければいいです、えー、と忘れちゃいけないのが法律行為の基礎とした事情について認識が真実反するというのが、まあ、2項だよね、2項だね <laughs> いわゆる動機の錯誤です。 ででこのときにこれだよね、法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと、えー、ですね、これは目次でもいいよね、えー、目次でも構いません、えー、一応、法律行為の基礎となれているのが表示されていたこと、まあ、これは目次でも OK ですで。あとは担当で聞かれるのが、これだよね。 法律行為の目的及び社会通念に照らして重要なものであることが必要になりますえ95条1項柱書きの要件はあの忘れないでください例えば美術品が心眼がどうかとかね 美術品が新作か贋作かとかあとはまあ不動産買う時にそこが再開発の予定地なのかどうかみたいなのが典型的な動機の錯誤の例でしょでその時に結局その美術品が新作か否かとかもしくはその開発によって価格が高騰する見通しがあるかどうかっていうこと自体が例えば不動産の例を取れば不動産取引における価格の持っている重要性っていうのをちゃんとここで論じてほしいってことね。 えー、つまり法律行為の目的つまり不動産の売買であるということや、えー、その取引所の社会通念に照らして、まあ、不動産のいわゆる等落修正ですよね、えー、そういったもの,いうのが社会通念に照らして重要だということは忘れずに書く必要がありますであとは重過失なしということになりますかね、まあ、これはあの自分の中でちゃんと論文対策の中では言えればいいですあの、まあ、条文見てでいいかな動機の錯誤の要件というふうに一般的に言われたら、まあ、いわゆる基礎事情が真実に反する、まあ、であ 錯誤があの法律行為の目的取引所の社会綱に照らして重要で,で目次でもいいからあのその事情の表示ですよねその基礎事情についての表示で重過失なしっていうのが要件になってくると。 まいうことになります。であとはまあ今回の問題ではちょっと出てこないけれども、あの大体の場合、意思表示に関しては動機の確保が主張できるときには売買契約であれば契約内容不適合責任の追及ができることがほとんどです。えー、ま通常だったら品質に関する契約内容不適合かな。えー、例えば。 何しましまょうかねあの不動産の取引とかで、まあ、な何でもいいかなあの建築制限かかってる建物を買わされちゃったっていう場合に建築制限がかかってるんだったら買わなかっただろうなんていう場合は、えー、動機の錯誤の一つの類型にもあたるしあとはそもそもその不動産の品質に関する契約内容不適合として、えー、契約責任追及することもできますわね。 なので、まあ、どちらもできますよということは念頭に入れておいてください。まあ、大体95条の1項、2項の錯誤取り消しができるということは契約内容不適合責任の追及も通常はできますということですね。で一応ですが、えーとえーとまあ、どっちもできるよという話になるけれども、まあ、一応、契約内容不適合だから、まあ、できるよというときには。 えーと条,文条文だっけ562条かな、えー、562条が使えることもありますいわゆる契約内容不適法ね、えー、責任追及追及を追い求めちゃだめだねえー、もう で一応、判例はどういうふうに言ってるかというと、どっちから検討するかというと、判例はあの95条の検討が優先すると、つまり、錯誤取り消しと、錯、え、誤、ー、取り消しと契約内容不適合、どっちもできるときには、錯誤取り消しから検討すべきというのが最高裁の立場です、でどうしてかというと、最高裁の見解は、錯誤というのはあくまでも契約の成立の問題、つまり、錯誤というのは契約損はそもそも争うわけ。で契約内容不適合っていうのは 契約が成立していることを前提にその責任追及をする場面ということになるから論理的に95条が先行すべきだと、まあ、いうことで一応判例は一応95条をやってから562条という検討になってはいますただ私の私見なんですがこの判例生きてないかなという気がしますあの もし答案書くなら順番はこの順番で書いた方がいいと思うよ一応ね95条もできるし562条もできるよってなるけどただ当事者が契約を争いたくないっていうケースもあるわけですよ契約自体は有効とした上で契約責任でいきたいっていうのが当事者の意向であるんだったら別にあの有利な方からやればいいですよねええなのでまあ例えばあれかなえっと562条 以下の方が、えーまあ、例えばですね、あのーまあ、別に契約自体をだめにし,たってしなくても、まあ、契約自体を有効とした上で、あで責任追及すれば足りるという場合だったら、まあ、一応、通説の見解、まあ、これは判例通説で通って通説ねで、まあ、一応、これは当事者の主張したい方から、まあ、有利不利あるからね えー、主張したいい方からやればいいとでこれは、ね、理由としては処分権主義ですもう民訴と処分権主義からすればあの訴訟物の設定どっちでもいいに決まってるのであの最高裁判例はあるけれども、まあ、処分権主義考えたら別にどっちにしましょうかって話ですが、まあ、562条もからやるってことも全然できるよねってことになりますので一応まあこの <laughs>。 動機の錯誤を理由とした取り消しについてはここを押さえておけばいいですであと併せて担当復習になりますけど錯誤取り消しに限らず取り消しができるのは、えー、当事者等に限定されます、えー、これは120条2項で、まあ、もう民法改正されて親しいからね親しいから、えー、改正民法とか言う必要はないけど、まあ、明文化されてますよね120条2項で錯誤取り消しをすることができるのは、えー、当事者代理人、証継人ということですで少なくとも相手方はできないんですね 作後取り消しに限らず相手方の方から取り消しをすることは、えー、基本的にできませんのであのこれ担当で何回も出てるからね、えー、担当で何回も出てるからねあのいわゆる取り消しに関しては無効だったら誰でもできますけどね。無、え、効、ー、でああればまあうん 基本的には制限かからないことが多いですが取り消しの場合にはもう条文が明文化されていますでただこれ予備で出てますあの論文で作語取り消しは原則として、えー、本人しかできないんだけれども債権者代権を行使して大債権者が行うことは可能ですからね、えー、でこの時判例が言ってるのは何かっていったらその表示者が作語を認めてるんだけれども作語の意思表示をしないと取り消しの意思表示をしない場合です、えー、とまあ予備のの過去問であったのは まあ、錯誤だけで詐欺の問題だったんだけど、まあ騙されてるんだけれども親戚から騙されてたって事案だからね確かね、えーまあ、実際に詐欺取り消しをしようと思えばできるんだけれども、まあ、親戚から騙されてるような事案で,で親戚のごたごたみたいのをあんまり大っぴらにしたくないから騙されてるのだとしても大ごとにしたくないから取り消しませんっていうふうな、えー、憑依者が意向を持っている時に債権者としては取り消してもらわないと、えー、財産流出しちゃってますからその時には債権者代理権を行使して詐欺、えー、取り消しを行うを ことができるっていうのが判例です。あのまあ一応この二つね、債権保全の必要があることっていうのは要件として言える必要があります。えー、まあ。まあちなみに債権保全の必要があるって簡単に無視力要件ですよ。えー、要するに無視力要件の変わらないですよ。債権保全の必要性、だからまあ。判例上は債権保全の必要性って言ってるけど。まあ要は債権代理の一要件ですよね。えー、まあ債権保全の必要があって、であとは。やっぱりちゃんと拾っておきたいのがこの二の方ですね。憑依者が錯誤を認めている場合。 これ両方とも判例言ってるので試験対策では両方ともやっぱり拾っておきたいかなでこの時には債権者体験を行使した債権者が行うことができます、えー、とまあ予備でももう実際出てるのであの、まあ、文句言えないねこれはね で今回、これ作,作語取り消しのところでやってますけれどももちろんこれは、えー、作語取り消しに関わらず一般的な詐欺取り消し、えー、等についても言えるでしょうあと脅迫取り消しとかね、えーまあ、そういったものについても言えますということですで現にこれ取り消し権者としてあ,のあれなんですよねその大債権者が取り消し権を行使するっていうことがそもそもできるかって問題だよね。そ、えー、そもそも あの取り消し権って一審専属権みたいなところがあるから、えーで、現に条文上120条2項で、えーまあ、実際に詐欺取り消しをあ、まあ、に限らず、錯誤取り消しかな、今回、意思表示の取り消しをできるものについては、えー、法定されているんだよね、だけれども、やっぱり、まあ、採決代権によってすることはできますよということは、あの頭に入れておいてくださいあの、ちなみに今日の講義の中でも出るかもしれませんがあの、いわゆる本人が行使することが予定されているようなものでも、採決代って、規格的認めてるんですよ。こういうい 語取り消し、詐欺取り消しだけじゃなくて、あと有名な事己延用権ね、えーまあい用件えー、いわゆる事己延用権なんかも、いわゆる採決罪の対象にするなんていうのはこの後やりますけどね、あの一応、今日のところは、採取消しとして見ておいていただきたいかなと思います、いいですかね、だからこの場合だったら、第三者が取り消しを代わりに行うんで、採決罪だからね、だからまあ逆に言うと、取り消しを第三者が代わりに行うということになるので、まあ、例外という位置づけになるね。 でえー、ちなみに、えー、ここから先は条文知識です。あのちなみに、作語取り消し、詐欺取り消しの場合については、作語取り消し前の第三者は95条4項の問題ね、あの取り消し前の第三者の場合は、善意無過失なら保護されるって話、で取り消し後の第三者は対抗関係ね、えー、ということです。でちなみにあの、あれでねあの、これは口頭になりますけれども、 あの作語取り消し前の第三者の場合は、えー、95条4項、えー、で詐欺取り消しのときは96条3項ですが全員無価値であれば保護されますね,でねもう一回いくよ全員無価値であればいいわけで合わせて登記いらないね全種公種だからあのいわゆる作語取り消しの場合の取り消し前ってこういう順番だから A、B、C 取り消しだからっていう話でしょ、まあ、大体の場合こういうケースですよね売って売って取り消しますと。 ということになるから A と C の関係というのは、まあ、例えば、昨後だったら95条4項、えー、詐欺だったら96条3項ということになりますけどあくまでも全種公種の関係に立ちますから登記の問題にはなりませんよね、えー、あくまでも C が全員無過失ならば足りるということですで一方で取り消し後の第三者の場合は、まあ、こういうことですね、まあ、177条の問題になりますよね でこれは別にあの詐欺、錯誤脅迫全部に共通している話、まあ、A が B に打って、まあ、このときでこの C は取り消し後の第三者ということになりますよね、まあ、一般的な取り消し前の第三者と取り消し後の第三者で扱いが変わってくるとで取り消し前の第三者の場合は、えー、この上のパターンということになりますから、まあ、この時はまは錯誤だったら95条4項で錯誤だったら95条4項詐欺だったら96条3項ですであの念のためやっておきますが脅迫にはありませんからね 脅迫は第三者が起きてありませんから、えーまあ、詐欺と錯誤の場合はこのように95条4項ないし96条、えー、で考えているということですねであとは、えー、錯誤取り消し後の場合は B を起点とした二十条と、まあ、復帰的物件変動説で、ねえー、復帰的物件変動説を前提に、えー、処理するということになりますじゃあその上で96条3項95条4項の第三者は取り消し前の第三者ね、えー、これはあの95条も同じなので 取消前の第三者ということになります、まあ、今回、この16番から先は共通なので、ちょっと詐欺取り消しの方で書いちゃいましたけれども、いいですかね、で取り消し前の第三者ということになります、で一応これは、新たな独立の法律上の利害関係も要します、第三者である以上、新たな独立の法律上の利害関係人であるという一般的第三者要件に加えて、取り消し前の関与が必要になるということだね、これは取り消しの訴求項を制限するっていうのが理由でした。 であとは96条3項のような取り消し前の第三者については C は登記いりませんね。善意昔だったら足ります。ということで、まあ、おしまい。登記いりません。繰り返しますが、全種後種の関係に立つからです。で一方で詐欺取り消し後の場合は、復帰的物件変動説に立てば、えー、B を起点とした二重譲渡になります。いいかな。えー、B を起点とした二重譲渡になりますから、この要するに A、B、C のこの取り消しっていうものを、これをまあ言ってみればこう。 こう捉えるわけですよね。<laughs> こう捉えていて。で、まあ。<laughs> えー、復的物件変動と捉えて、えー、そうすると、B を起点とした二重譲渡のように捉えると。まあ、いうことです。<laughs> で、あとはですね。 あの念のためやっておくとですねこれ学説としてあるのが有力説として今言ったのはこれ反連立場だから、えー、取り消し後の第三者って言われたらとりあえず B を起点として二重譲渡っていうふうになるんだけれどももう一つ学説が言っているのはこれ不動産の場合だったらを例にとるとあのこの取り消しによって訴求的に B は無権利者になるんでしょうあの論理的に考えると。 えー、つまり AB 間の売買があってその AB 間の売買が、えー、取り消されることによって、えー、本来取り消し訴求的無効だから、えー、B は初めから無権利者だったことになるとということは C は無権利者から買い受けたものになるで大体こういう時ってのは登記を信じて買うわけだからそうするとどうなるかっていうと94条2項の累積適用で保護すべきなんじゃないかと、まあ、いわゆる登記を信じて、えー、C は取引関係に入ったんだけど無権利だったっていうケースで AB 間に通報があるわけじゃないからね AB 間に通報があるわけじゃないから、えー、まあこのように、まあえー、この2の取り消しねねここれで言う、ねえー、この2の取り消しというものが、えー、実際に取り消されることによってさかのぼって B が無権利者だったから C は無権利者から登記を信じて買った人であると登記に更新力はないから、えー、まあ例えば B に登記があって買ったということだったら登、ね、記を信じて無権利者から買った。 当期に更新力がないから C は権利取得できないけれども94条2項の累用で保護できるんじゃないかっていう議論にするんだっていう学説も有力でその学説だったら動産は即時取得で処理できます無権利者から買ったってだけの話だからいいよねあの学説だったらねつまりこの94条2項の累、えー、のを立てばこれは一応まあ動産だったらこの,この立場ね、えー、動産の場合は 192で処理すると。ということになりますけれども基本的にはあの試験対策はもうこれでいいです有力説はあるけど風気的物件変動説、まあ、判例はもう177で処理します不あ、はい、動産で94条2項使わないからねあの動産では、まあ、通常まあ不動産の場合だったら94条2項を動産の場合だったら192項で処理するというのが有力説の立場です。 えー、ということですね。まあ、今年もまあ、予備の令和五年で出てきたんだけれども、あの、余談ですが。あの、動産の権利取得で九十四条二項を使うことはほぼないからね。あの、これ、あの、なんか、結構、いろいろと荒れるかもしれないんだけど。あの、九十四条二項は。少なくとも、何であるのかって言ったら、これ、更新の原則を不動産が採用してないから、問題になるわけでしょ ただ、動産だったらあのそもそも更新の原則が192条であるから即時取得という制度があるわけでしょで不動産は即時取得の制度がないから更新の原則が採用されてないんでその分94条2項によっていわゆるあの権利外観法理の一般的,的一般的な権利外観法理によって保護できないかという問題意識でしょ。ということは基本的に動産は更新の原則がある以上192条の即時取得で処理できる。 で94条2項はそれでカバーできない不動産をどうするかという問題意識にあるわけだから、動産で94条2項を使うというのは、根本的にまあないと考えていいです。ということでね、まあ、今回、事例では不動産が多いのでこう書いてますけれども、まあ、そういう理解になりますえっ、ー、とね、だからあのよくあるのが、動産の関係で94条2項を使うというのは、ある意味、あの不動産即時取得するぐらいありえないことです。もう不動産即時取得なんか致命的じゃないですか、もうありえないじゃないですか。 であれと同じような裏表の話だからねあの、動産で94条2項を使いましょうって、いやいや、即時取得検討しろよって話になるわけだからね、えー、なので,で、そもそも即時取得が認められないんだったら、権利取得できないんだから、動産は。いいよね、更新の原則の条文があるんだから。という話になるので、一応、話としてはちょっと戻ると、えー、こういう話ですね、対抗関係として処理していくと、まあ、いうことになります。だから、この場合、戻りますけれども、えー、この A と C については、177条の問題ということになると。 まあ大体意思表示このぐらいかなえというところでまあちょっと1セット目、最初にあの講座概要の説明とかしてたのでょ長くなっちゃいましたのでえちょっとここで休憩挟んで休憩後えここから代理の方に行きますえ代理の一般原則かなえ代理の一般原則のところをえ休憩後進めていくことにいたしますえ少しあの書き込んだところについてはまたねあのやっていきますのであのウェブでアップしていきますのでちょっとえまあ5分から10分ぐらいかな休憩を取ってから再開いたしましょうじゃあそれではじゃ一旦ここで休憩します。 それではここから2セット目ということで、まあ、1セット目が、ね、ちょっと長めというか、ね、最初に講座の解説とかもありましたので2セット目の方はまあちょうど長丁番になりますから少しまあコンパクトに時間そんなかけずにやっていきましょうではそれでは代理のところから見ていきますで、まあ、代理に関してはまあ知識面条文で済むところは条文で終わるっていう話になります、まあ、特に例えばですけれども21番みたいなこの辺のところはもうちゃんと条文を確認しておけば足りるって話になりますがまずその 前提として19番、まあ、代理の存在理由についてはもうこの法定代理と任意代理で一般的には法定代理が指摘自の補充え、任意代理が指摘自の拡張と言われてます、ねえー、まあ法定代理の場合ではやっぱり本人というのはやっぱりあの利益を害すると。えー、まあ例えば まあイメージとしては未成年者であったりとか成年非後見人とかであればえその人に一人に任せてしまうとその人の利益が害しますから法廷代理という制度を使ってその人を保護するという意味合いで任意代理の場合にはまあ自分でやるよりもいろんな人にやってもらった方がえまあ経済活動としても拡大できますからまあ言ってみれば任意代理というのはまあ自分一人でやるよりはまあ専門的な人であったりとかえまあもしくはきちんとした才能のある代理人に代わりにやってもらうことによって自分のえまあ経済活動領域を広げて たりとかもしくは自分の利益を拡張できるっていうのが、えー、一応理由になりますですからまあ一応法定代理の場合には指摘自治の補充で任意代理の場合には指摘自治の拡張って言われてるんだけどただこれ排他的なもんじゃないからねあの排他的なもんではないので例えば任意代理にはやっぱり補充機能はあるでしょう、えー、例えばあの訴訟代理人弁護士を依頼するなんてまさにそれですよあのそれはあの指摘自治の補充機能もあるわけですよ、えー、実際にあの本人訴訟をやった場合にはね十分に まあ権利保護にならないからというのももちろんね理由としてあるわけだからまあこのように法定代理か任意代理かということによってえまあ一応、こういうふうに大枠は区別されているけれども完全に排他的なものではないのでえ一応まあこの補充機能拡張機能というのがまあ代理制度の理由でとであとはまあ代理と間違いするのが死者との違いですで一応まあ代理と死者の,あの根本的な違いというのは代理というのはあくまでも代理人基準で全部決めていきますよねえあくまでも代理人に対して法律行為をまあ言ってみれば委任してでそしてその代理権の範囲の 代代理理人がが自らのの判断でで行うのが代理ですで死者は単なる手足ですよね。えー、ということになりますから、まあ、一般的に死者というのは表示期期間間または伝達期間ですよね、えー、もう本人の決定した公開意思を相手方にただ単に伝える表示したりとか、まあ、もしくはその意思表示を相手に伝達するだけの、まあ、いわゆるまあお使いとかパシリと呼ばれるような話になりますから、えーまあ、実際には死者の場合には、まあえー、本人を基準に決せられるもので死者独自で何か判断されることはない。 とということになりますじゃあ代理なのか死者なのかっていうのがあの、まあ、どうやって区別されるかというと効果はこう区別されるんだけどその線引きは非常に難しいですよね、えーまあ、実際に代理なのか単なる死者に過ぎないのかということについて、まあ、これまあ具体的に言うと予備試験とかロースクールだったらこれは代理ですか、これは死者ですかっていう認定はおそらく問われることはないと思いますあの問題文の中で代理だったら代理権授与するって問題文書いてあるから。 A は B を代理,人として代理人として専任しとか、まあ、そういう形で代理権を授与しとか書いてあるので、まあ、基本的にはそういうのが書いてあったら代理人だとうう判断すれば構いませんであとはまあ実務上の話をしておくと、まあ、代理化死者かによって大きく変わりますから代理権を与えた場合には基本的には委任状を渡しますね。 えーまあ、実際に代理,代理権を授与した場合には、まあ、委任状を交付して、えー、この人が代理人であることを明らかにするというのを本人は、えー、委任状を作成することを通じて、えー、行いますので、まああのまあ、実際には代理なのか、死者なのかってことこは法的な効果は全然違ってくるけれどもねあの、まあ、この区別は結構曖昧ってということになります。でで今回戻ると,代代理の話ですということで代理については一般的な有権代理の要件っていうのは99条にあって3つありましたね、えーまあ、これはもうスッと言えますかね。 あのまず代理権がまあ授与されていることですよね、まあ、代理権が授与されていてで代理権の範囲内における法律行為であることそしてもう1つが権名がなされていることですよね、えー、まあ実際にあの99条の条文から抽出できれば大丈夫です、えー、99条のえまあ条文の文言から、まあ、この権限内においてとていうところで代理権が授与されていることこれ正確に要件事実までやると先立つ代理権授与ね 法律行為に先立って代理権を与えられなきゃいけませんから、えー、そうすると、まあ、有権代理の要件というのは、えー、先立つ代理権需要、権、えー、名権限内の意思表示、えー、この3つを要件とします。いいですね、でこの時は、まあ、今回はその先立つ代理権需要、えー、それから権限内の法律行為という要件はまあ満たしている前提でじゃ権名があるときとないときでどう違うかというと権名があれば本人に効果帰属するんだよね。それが99条1項 え件名があるときには本人に効果帰属するで件名がなかった場合には代理人に効果帰属しますね、えー、これが100条の条文ですもうこれはもう100条の確認ね、えー、まあそもそも件名がなかった場合代理人 B の名義だった場合には原則として B に帰属するけれども 例外的にはこの100条正し書きの場合ねえ代理人が本人のためにすることを知りえまたは知ることができたときいわゆる悪意有化室の場合だねえつまり相手方っていうのは懸命はないんだけれどもこれ代理行為だなってことを相手方が知り得るときには本人に効果帰属させていいだろうと,まあいいことですで一応、理由としてはねこの100条の趣旨っていうのは相手方保護のためだからねえまあ言ってみれば懸命がないってことは相手方からすれば法律効果の帰属は代理人が帰属するっていうのを信じるのが通常ですから。 もともと代理士があって代理行為が行われていたとしてもねもともと B が代理士を持って代理行為を行っていても懸命がない以上は A に降下帰属するっていうことは相手方知り得ないわけでそうするとその懸命がなかった場合にえ本人に降下帰属しないっていうことを相手方っていうのは信頼するというかね相手方はそう思って契約を結ぶわけですからえその信頼を保護するためにえ要するに仮に代理士がある中で B がやったとしてもね 代理士に基づいて B が法律行為をしたとしても、懸命がなければ、効果は B に帰属すると、ただこれ、相手方保護の規定だから、相手方が悪意有価質の場合ね、えー、いわゆる代理行為であることについて、相手方が悪意有価質ならば、A に効果帰属するとしていいだろうと、まあ、いうのが100条の立てつけです、まあ、これは担当の話です、であとは、まあ、あの実務基礎でも出ますけど、じゃ署名代理の場合はどうかという話ですね。 え署名代理の場合はこれは A に効果帰属しますからね、えー、さっきの100条の趣旨からしたらもう別に相手方は害しないから、えー、実際に代理士が B にあるわけでしょ、えー、B に代理士があって A 名義で法律行為を行っているということであれば、えー、法律交換の帰属が A つまり本人に帰属することはえその件名から明らかでしょ署名代理からねいいかな この A 名義で、まあ、今回だったら代理人である B が代理士を持って A の名義で法律行為を行ったとっいう場合であれば、まあ、相手方からすれば A に効果帰属するということはその署名代理から読み取れますから相手方に不測な被害が生じることはありませんので A に効果帰属すると返されています、まあ、これは実務上もこれは署名代理と言われていて普通に行われていますでちなみになんで署名代理というかというとこういうことをやるのって通常サインでやるからですよね。 えーまあ、つ,まりつまり A の代理人である B が契約書を結ぶときに A の名前でサインするというケースで行われるので、まあ、署名代理と言われています、えー、とちなみにですがこれはあの先々の話になっちゃうけど手形だとこれを、ね、あの期間方式と言いましたね。 えー、手形だったらこれを機関方式と言ったりしましたけれども、あのまあ、一応、こういう署名代理というのは問題なく許されるということになります、であとはまあ一応、ポイントコアなんで、ちょっとあのきちんとあの体系的な話をしておくと、これ、前提は B に代理士があることです、B が代理人として振る舞っている場合に、こういう処理をしますよということですから、そもそも B に代理士がないんだったら、単なる名を語ってるだけですから。 もう代理士がつまり B に要するに A に降下帰属をさせようという代理士がある前提でこの処理がなされます、まあ、そもそも代理士が全くないんだったらもう B に降下帰属しますからね、えー、という話になりますでは、えーまあ、一応21番については知識面であと合わせて結構知識面多くなりますが22番はちょっと細かい話、えー、本人を欺く目的で代理人と相手方で通報拒否表示をやった場合です、えー、とこれはまあ具体的な事例をちょっとまあやっておくと あんまり多く聞かれることはないかなって気がするけど A が本人で B が一応こう代理人なわけですよ A が代理人で AC 間でこう通報虚偽表示やっちゃってる場合ですえまあよくある話なんですよ例えばえ何にしましょうかねうんとまあ例としては一応こういうまあ A が本人で B が代理人で C が <laughs> え今回だったら え通報虚偽表示の相手方になっていてでこの時に例えばえ何にしましょうかねまあ C, C から A の例えばですねね何ししましょうかね例えば例として金銭消費対象契約ああごめんなさい金銭消費よりはどうしようかな例えばうんと A の不動産の売却とかしましょうかまあ A がこれ所有権持っててで例えば不動産のまあ例として売却を行ったと。 で売却を行った場合今回の問題の所在はどこにあるかというと A としては C に対して代金請求しますよね売買契約がまあここで B は C に売りましたと B は C に不動産売りましたということであれば売買契約に基づいてこの効果が A に帰属するんだったら A は C に対して代金請求をすることになりますよねで代金請求するんだけれども C からすれば当然これ94条1項で無効だって主張するわけですよだから払いませんと。 でこの時 A としては無効、えー、主張を止めたいんだけどこれ、止められないんですよ、A としてはこれ代金請求はあの仮にしたとしても94条1項で通報虚偽表示が行われて C からすれば BC 間の,つ、えー、この意思表示は売買契約というのは通報虚偽表示で無効だよって主張されれば、えー、まあ C に対して履行請求できないでこれはなんでかというと101条があるからですよね。 え代理人基基準なんですよ基本的には意思表示についてはで意思表示の可視については基本的には代理人基準だからえこの場合これ101条の1項2項です1項2項がありますから代理人基準になるのでこの履行請求は通らないことになっちゃうんですよでまあ予備試験の担当なんかではまあ司法試験でも担当なんかではこの101条を使うと原則としては A は 要するに B と C が通報拒否表示をやっちゃうと A はもう常に保護されないんですよだって通報拒否表示は無効でしょで通報拒否表示は無効で,で、まあ、実際にこれ代理人基準でしょ、えー、101条1項2項で代理人基準だから B と C の無効というものは、えー、もちろんこれ無効になっちゃうんですよじゃあ A として保護されたいというと A はこれ第三者に当たらないじゃないですかだって少なくとも新たな利害関係があるわけじゃないでしょ 新た,な新たな独立した法律上の利害関係人である必要があるけど少なくとも BC 間の通報虚偽表示との関係では新たなにも当たらないし独立性もないでしょう。って考えると結局94条2項の A っていうのは第三者に当たる余地もないんですよ。ということはまあ履行請求が一切通らないと。 という,もう結論になりかねないんですでじゃあ実際それでいいのかっていう問題ですで最高裁どう考えてるかっていうとこの時にえちょっとかなりテクニカルなんだけど B を A の代理人だっていうふうに捉えないんですよねあの一応 A の代理人だっていうふうに B を捉えた時点でもう無理なんですよ積んじゃってるんですよですから判例はどう考えてるかっていうと B は A の代理人ではなくて C の使者だと捉えるんです つまり、この通報拒否表示を AB 間では BC 間で行っているけれども、これは B は A の代理人ではなくて、あくまでも B は C 側の人間であると、C の使者として、この要するに A と C の取引の間に入っているだけだよって、こう説明するんですよ、こう説明するんです、まあ、本来だったらいつもだったら、これは A の代理人だっていうふうに考えちゃう。 と、やっぱりどうやっても今言った通り A は保護されないんで、じゃあどう考えるかっていうと C は B を通じて A に意思表示をしていると。売ります、買いますって話ですよ。で、当然 C はあの買うつもりないわけですよね。ということはこれをどう考えるかっていう C は自分の支社 B を使って A に対して売買契約の申し込みを心理留法としてやってるんだと。まあいうふうに考えるわけですね。えー、つまり、この、これをこう読み替えるんですよ。 まあものすごく技巧的だって批判はありますよ。つまり死者 B を通じた A に対する心理留保と心理留保の申し込みと。ということはこう捉えるとどうなります えー、心理療法って93条1項で心理療法って規定がありましたが原則有効になりませんでしたつまり A が善意無過失ならばこれ有効になるんですよ心理療法ならということは、まあ、通常こういう場合 A は心理療法であることて善意無過失だから A 保護できるんですよ、えー、というふうにしてこの履行請求を認めちゃうと、まあ、これをこう申し上ることによって、まあ、A が善意無過失であればこれ善意かつ無過失ね 有効とでできるんですよこの売買契約について。で、でこのように、ちょっと変則的ではありますが、この B を A の代理人と考えて行うと勝てないと、まあ、問題の所在しっかり押さえてて、A が B を代理人とするんだけど、B と C がグルになっちゃったケースね。ね、B と C がグルになっちゃった場合、基本的にはその通報拒否表示無効だから A は履行請求できないんですよ、どうしても。 だからこのにまに A を保護するための法律構成として最高裁が取っているのが B は A の側の人間じゃないということですね A の代理人じゃなくてもう B の手先だとあ、C の手先だとということはこの取引は代理行為ではなくて AC 間の直接取引なんだって考えるんです AC 間の直接取引で B が間に死者として入っているだけだから結局 AC 間の単独の心理留保の問題と捉えちゃうんですでそうすると心理留保というのは、えー、悪意または有価質だった場合には無効になりますけどね相手がね そうでなければ有効と扱われるのでそうすると A の履行請求は結局できるとだからちょっと量が多くなっちゃって恐縮ですが有効だから A から C の履行請求ができるよっていうそういうところになります。 正直、論文の中でえと近年で出てるかというとそんなことはないだろうという気はするんだけど代理と死者の違いをやる上では一応は知っておくべき知識かなとまあいうところだと思いますのでえ見ておいてください。はい、ということですね。という感じですね。ということです。で一応、それをまとめたのがこれです。 えと93条1項の類推的説っというところですかね、一応、93条1項の、一応、これはちょっとあまりでも遠いんで類推的用としています、ですが、少なくとも本人が、今回 A ね、A が C の悪意誘拐しじゃなかった場合には、意思表示を有効としましょうと、ですから、ポイントになるのは、ここですよ、代理人は相手方の通報して本人を騙す権限はなく、実質的には死者であると。だから 本人とと。の取引なんだと、えー、つまり、相手方っていうのは本人と取引をしたんだっていうことですね。だから C, C は A と取引をしたっていうことで心理療法ともいくと。ですから、肝になるのはここで言うとね、B っていうのは A の代理人として捉えるんじゃなくて、えー、っとごめんなさい、こうかこうか、B というのは A の代理人ではなくて C の使者なんだと。 まあいうふうにあの構成するわけですね。C の使者であるというふうにまあ構成することがまあこの肝ということになります。 であとは、えー、この有権代理をめぐる問題、さっとやっちゃいましょう、えー。権限の定めのない代理人の行為については、これはもう言えるように、保存行為全部と、えー、物または権利の性質を変えない利用改良行為ね、えー、で処分行為変更行為は、えー、権限なき代理人は、えー、入りません。まあ、ここ1 0条の知識ですので、もう一度確認しておけば足ります。えー、確認しておけばいいです。でちなみに、どういう時にこれ、問題になるかっていうと、えー、権限の定めのない代理人っていうのは、日常的にあるのかっていったら、後のことは任せたとか、あとは。 あの海外旅行に行っているから家のことを任せたなんていう場合に問題になるからね、えー、具体的に特定の法律行為をえ限定せずにえ家のことは留守の間任せたよみたいなことを言っているきには1 0条を使うことになりますから1 0条の知識を持っていこうでは、保存行為とかえ一応ね利用改良行為ってありますが定義だけ確認しておいて保存行為は現状維持行為ね。 えまあここにあるようなものです、えー、家屋の修繕、まあ、大体まあ家だったら典型的なのは保存行為と家屋の修繕行為のようなえ現状維持行為で、利用行為は収益行為です、ですから賃貸借に出すは結構出ます、利用行為は賃貸借の締結解除あたりですかね、えー、利用行為、で改良行為というのはあのー、価値を高める行為ですよね、価値を高める行為だから、大体不動産だったら増差を防ぐような行為。 えこの辺りがまあ保存・利用・改良という定義になりますからえ一応、権限の定めのない代理人ということであればえまず保存行為は無制限にできますよね保存行為は無制限にできますでまあ利用行為・改良行為については物または権利の性質を変えない程度ならできるということになりますから例えば住居用の建物を例えばね権限定めのなく代理人でやったんだったら住居用に貸す分にはいいんでしょうね。 例えば住居用の例えば不動産があって建物があってでこの,住居,用の居住,住居用の不動産について権限定めなく代理を与えたってことだったら代理人はその建物を居住用の建物として他の人に貸すことは別にこれは利用行為になってありますよねで特に物や権利の性質を変えるわけではないから OK ですでただ一方で居住用の建物について権限の定めがなく代理を与えられた人が居住用建物を勝手にオフィスとして貸すとかだとまずいです えそれはもうあの物の性質変わっちゃいますから物や権利の性質変わっちゃいますからということですねであとはこれ分け方結構言われるんですがあの一般的に利用改良行為を広く管理行為と呼ぶことが多いかなあの広くまあこれあの正直なところ保存行為まで含めるって管理行為と呼ぶケースもありますのでこれはちょっと学説によって結構変わってくるところにはなりますがまあ一般的にはあれですかね保存利用改良っていう3つの 言、えー、い,い方はちゃんと押さえておいていただければと思いますあのこれはですねちょっと触れとこうかな、えー、っていうところかな <laughs> えと少々お待ちください とということですねあとは処分行為、一切許されない処分行為については、あのこの辺ですねあの、不動産の売却とか、低等権設定みたいなものは、これ、法律上の処分になっちゃいますから、低等権設定もね。えー、ですから、まあ、できること、できないことを念のため確認しておいて、保存行為というのは現状維持行為、でこれは103条の1号で、えー、無制限にできるで、利用行為、改良行為については、えー、物または権利の性質を変えない程度においてはできる、でまあ、利用行為とは収益行為で、えー、改良行為というのは価値増加行為。 でまあ、これは争いあるけれども利用改良行為というのがまあ管理行為とうう総称されることが多くあります、まあ、保存行為も管理行為に含まれるという見解もあの普通にありますのでここはちょっとあ,のあれですけど条文の一応立て付けはこうなっているとででそしてさらに処分行為、まあ、いわゆる権限の定めのような代理人が許されない処分行為というのはまあ大体不動産の売却や定当権設定あたりを想定しているということですね。ねさらに ここからはあのいわゆる無権代理と犠牲されるケースを確認しておきます、えー、基本的な有権代理については権限がない場合無権代理になるんですが、えー、形式的に有権代理だともしても無権代理になるケースは3つありましたね1つは自己契約,とつは自己契約、えー、ですねでそれからもう1つが双方代理ですで自己契約と双方代理なんでできないのかといったらやっぱりこれあの利益相反になっちゃうからですよね えまあ自己契約や総方代理に関しては108条1項で禁止されるのはえまあ典型的な利益相反行為に当たるからというふうふになりますでちなみに自己契約総方代理についてはこれ例外がありました、えー、これ条文なんですがえちょうど担当も避けて通れないので細部の履行とあらかじめの許諾行為 これについては181個のたし書きで例外的にできます。まあ、典型的なものとしては自己契約双方代理の典型は、あれですよ、不動産の売買についてはもう既に契約を結んだ後に、その履行の部分、例えば登記の移転であったりとか、もう契約が全部結ばれて権利関係がフィックスされた後に、その履行行為について代理権を与えると。まあ、いうような場合であれば、本人の利益返さないからね。えー、実際に、 えもう債務自体がもう例えば契約の締結によって債務が確定しているのであればその債務を履行するという場合であれば特段、新たに権利を害することはないしあと本人がいいと言えばいいというのがまあ民法の世界ですからえまあ債務の履行行為や本人のあらかじめの許諾行為については108条1項のえ自己契約総当代理の禁止の例外になる。あとはその他解釈上 新たな利害衝突が生じないというふうふに判断されるような場合は解釈上はできるとはされていますが試験対策ではもうこの181項たし書きをまず抑えることとあとはあの試験対策上意外と間違いやすいのが108条2項においては債務の履行行為は含まれていないんであのでこれ、気をつけておいてくださいあのちょっと担当っぽくなっちゃいますけど108条2項で一般的な利益相反取引について書かれていますがこれはあらかじめの許諾のみです認められるのは。 ですから一応 CF って感じでちょっと担当っぽくやっておくとこの債務の履行については108条2項では、えー、ただし書きではないんですよ。えー、とつまり自己契約双方代理については債務の履行も OK なんですよ。 自己契約総報代理の場合は、財布の履行も OK で、債務の履行とあらかじめの許諾のいずれも OK なんだけど、182項の一般的利益相反においては、182項の正し書きでは、この債務の履行っていうのは除外されてないんですよ。規定なし、まあ、今回はこの181項あ、ごめんなさい、こっちに書いてね、181項正し書きの中では、こういうふうに規定されてると。 はい、では、じゃあ、181項というのが典型的な利益相反取引で、ででこれに当たる場合には無権代理とみなされるんですよね、例外に当たらなければ、無権代理とみなされるわけですが、もう一つは一般的利益相反取引が182条2項ですで、これはめちゃくちゃ重要ねあの、利益相反取引の判断基準についてはえ、行為の外形に照らして定型的に客観的に判断するというやつえ、いわゆる外形説とか客観説と言われるやつ。 えつまり利益相反に当たるかどうかは行為の外形に照らしてえ定型的、外形的に判断すべきでありえ主観は考えないんですねえ当該代理行為をなすについての代理意図をもって判定すべきではないでこれはあのよくあるのがあの判例であるやつを確認しておきましょう親が子どもの不動産をいいかな親が子どもの不動産を勝手に売りましたこれが利益相反ですかっていうもの えーいいですね、親が子どもの不動産を勝手に売りました利益相反ですかという問題がよく出ますあの利益相反じゃないからねなぜならばあの親が不動産を勝手に売るっていうのは不動産を現金にするだけですからつまり1000万円の不動産を1000万円に緩和するだけなんだから、えー、別に利益相反の関係は生まれないです,いいです、ね、であともう1つ、えー、考えられることとしてはこれはだめだよっていうの言うとね 親の、子供の不動産を親が自分の借金のために低当権つける。これは典型的な利益相反。なぜならば、その時どうなります親が主催無者で、子供が物上保障人になっちゃうでしょいいよね。つまり、えー、親が子供の不動産を、まあ、管理するわけでしょ 包括的に、ね、財産管理権持ってますからで親が親権者が子どもの包括的に財産管理権しているその不動産があってでその不動産に対して親が自分の借金のために抵当権をつける場合にはいかなる心理的な内心的な意図があっても駄目だかんね、えー、もうこれは子どもの学費のためだとかでも駄目ですよ。 子供の学費のための借金だとか言っても、それはもう全く通じません。もう行為の外形に照らして定型的、客観的に判断すれば、え親の、親の借金のために子供の不動産低当権入れたら、親は主債務者で子供は物上保証人だから、利益相反するでしょいいよね。主債務者が、主債務者とね、外形的に利益相反する。じゃあ、えっ、ー、と、判例で問題になった事案どうなんでしたっけ、えー、この手のやつで。えー、っとね、<laughs> 子どもの不動産に定当権をつけるのは同じなんだけど主債務者が単なる知人つまり親の友達の借金のために子どもに不動産定当権を入れるでこれはどういう場合によく出るかというとそんなこと普通やるのかと思うけど主債務者にある人がその親のなんか知り合いだとしたときに例えば愛人関係にあるとかそういうケースでその言ってみればその親が子どもの不動産管理していてで親,とちまあ親の知り合い であってで例えばまあ愛人関係であったりとか関心を買おうとするためにその人の借金のために親が子どもの不動産に手をつけちゃうというケースだあるわけじゃあこれ利益相反ですか利益相反じゃないからねだって利益相反になるのはその主債務者の知人と子供でしょ親と子の利益相反はないんだからいいですね なのであのここの理解を間違えちゃうとあのこの代理権の利益相反間違えちゃうのでしっかり確認する具体的な使い方ね大体この3パターンでいいです親の土地をかあ子どもの土地を勝手に売るは政府政府というか利益相反じゃない親の借金のために子どもの低当権をつけるのはこれは利益相反です主債,務者とでしょ主債務者と物上保証人だからで主債務者が第三者の場合だったら、えー、これは利益相反ではありません。 利益相反ではありません、えー、あくまでも、えー、親ではない第三者を主催,無主催無者として、えー、子どもの,の不動産に定当権をつけるっていう場合にはその第三者と子どもは利益相反してるよだけど問題になるのは親と子どもの利益相反だから代理人と本人だからねになるのでそこの部分をしっかり押さえておいてくださいでじゃあこの時の思考プロセスとして持っててほしいのが代理権の乱用になる可能性があるってことですつまり利益相反に当たるんだったら即アウトなんですよ 利益相反行為に当たるんだったら、まあ、一応これはあの皆さんはあの一応民法も含めて一通りやってる前提になるから親権、まあ、者で例えばですねあの利益相反行為を行うんだったら826条で特別代理につけなきゃダメでしょうで特別代理につけなかったら利益相反になるんですよでじゃ利益相反として無権代理とみなされますでじゃもし仮に利益相反に当たらないっていう場合例えばさっきの例で一番分かりやすいのは子どもの不動産を親が勝手に売っちゃいました ででこの時にはまずそもそも検討の順番からいくと代理権の範囲内かどうかです、ま、ず客観的にそもそも権限外の行為だったら直ちに無権代理でしょつまり子どもの不動産を親が勝手に売っていいんですか子どもの不動産に抵当権勝手につけていいんですかっていうそもそもこれが親権者の権限外だったらもう直ちに無権代理なので一番最初に言うべきは親権者の代理権は極めて広範だからもうほぼほぼ入ります。 もういわゆる包括的な財産管理権を持つからでこれは財産の処分も含むっていうのの判例です、えー、財産の処分も含めてとていうことになりますから、えー、とちなみに、えー、これも条文上の根拠ね、まあ、民法をしばらくやってないと忘れちゃうというところもありますが親権、えー、者に関しては、えー、広範な財産管理権を持っているのは824条で基礎付けられてますよね。えー、条で えまあ子どもの財産管理権は包括的にえ持ってますから子どもの不動産を売ろうが子どもの不動産に勝手に抵当権をつけようが客観的に代理権の範囲ないですだからいわゆる権限外の無権代理にはならないじゃあ次に検討すべきは利益相反かなんですよで外形説に立って利益相反に立つんだったらもうこの時点で無権代理ってことになりますじゃあ外形説に立って無権代理行為に当たらなかった場合はどうか その時は107条の権限乱用の問題ですつまり客観的に代理権の範囲内でかつ利益相反にも当たらないってことは原則として有権代理なんですよただ有権代理だけれどもその時にさっきの例で言うと、えー、まああの愛人に対して関心を買いたいっていう目的だったりとか例えば自分の遊ぶ金欲しさみたいなものが主観としてあったらそれは権限乱用の問題でしょ、ね、だからあの まあね、この話だと権限の乱用といつだって違うじゃないですかいい、ね、権限の範囲内で、まあ、黒い目的を持って行うのが乱用事例だわけですよねでそうすると、えーまあ、権限内であってかつ、えー、っとさっきの例でいうと利益相反に性質が当たらないとしても今度は代理権の乱用の可能性があるから代理権乱用だったらこの8ページの28番にあるとおり無権代理とみなされることになってきます。 でただ、直ちに無権代理とみなされるというわけではなくて、この、ちょっとちゃんと付け足しておくと、無権代理とみなされることから無権代理の規定になるけれども、ここはちょっと付け足しておいてください。すみません。もちろん、当然無権代理ではなくて、もちろんこれは相手方の悪意または有価質がいります。ですね。権限濫用の場合は、相手方が悪意有価質の場合です。 ちょっと待って戻りますと、まあ、一応さっきのやつで言うとごめんなさい、えー、っとあっだいぶすみませんでした、えー、っとごめんなさいここですね相手方悪意有価質の場合になりますので、えー、っと一応こちらについてもまあ条文の知識で107条ですよねこうですね、えー、ですからまあ権限内容っていうのは一応 あの客観的に権限内の行為なんで原則として有権代理なんですよ。権限内の行為だから、えー、原則として有権代理なのよだからあくまでも無権代理になるのは例外的な場面なんですよね。ですからその例外に当たるかを検討していくという順番です。 ですから、まあ、特に親権者の代理権の話でよく出てくるのは、まあ、もう一度やります。もう行われた当該行為が3つのステップ、ね、行われた当該行為がそもそも親権者の権限内かで大体権限内です、えー。もう包括的財産管理ができるからで次に客観的利益相反かで客観的利益相反なら無権代理で客観的利益相反に当たらないんだったら、えー、その人の主観ですね、えー、代理人の主観から権、えー、とごめんなさい えと代理権乱用として無権代理になるかっていう3段階ですねで代理権の乱用に当たる場合は、えー、相手方の悪意有価質が求められるので、まあ、相手方が、えー、代理権の乱用について悪意有価質の場合は無権代理になるでこの中で判例が示しているじゃあなぜかっていうと判例は特段の事情がない限りは親権者は代理権乱用にはならないっていう判例がありますよね えーまあ、ちょっと確認していきますと、えー、とこの判例、まあ、もちろん特段の事情があるということが今回あの、争点になるわけですが、あのこれですよね、えーと、一応まず確認をしておくと、まず一番最初にまあ言ってることはあのほ、少なくとも利益相反に当たらない限りりというのが一行目にありますよね、親、え、権、ー、者がこう代理してする法律行為は、親権者とこどの,の利益相反行為に当たらない限り、えー、広範な裁量になられている。 まあ、そもそも利益,利益相反行為に当たるんだったら無権代理だから、まあ、利益相反行為に当たらない限りでは当然なんですよ親権、えー、者がこう代理してする法律行為は、えー、利益相反行為に当たらないかぎり、えーこのえー、それをするか否かはこのために親権を行使する親権者がこう巡る諸般の事情を考慮してする後、えー、判なされるようになられているそして、えーまあ、今日の講義で触れましたが第三者の担保に供する行為親権者がこう代理してこの所有する不動産を 第三者の債務の担保に供する行為は利益相反行為にあたらないんですよで。これはさっきも触れた通り外形説、まあ、外形説からはそうなるんですよ。あくまでもあくまでもこと第三者の利益相反にすぎないんですよ。これは あくまでも子どもの不動産を第三者のタイプに供しているわけだから外形説の立場に立てば子と第三者の利益相反にすぎないわけですよつまり、まあ、親子間の利益相反はないんだよね とというこ107条の問題になると。という話になるわけね。あのやっぱり108条2項じゃないってことです。108条2項の問題にはならないということです。だから107条の問題として処理していくてことね。 107条の問題になる。で、現に判例はそういうふうに言ってるわけですよ。まあ、ここで、まあ、えー、っと、一応、まあ、触れておくと、まあ、ここで言うと、このなんか、判例をちゃんと読んでおくと、法律行為は広範なされるようにでられていますよっていう話で、まあ、そもそも代理権は非常に広い、で、108条に、まず、あまあ、一応、824条の問題。 でそれか108条2項は、まあ、当たらない、107条の検討と、まあ、こういう感じの順番になってますよね。で、まあ、実際に107条で、じゃあ、利益相反行為に当たらないとしてね、えー、利益相反行為に当たらないとして、じゃあ、権限乱用に当たるかと、まあ、したときに判例が何て言ってるかっていうと、これをちゃんと言えるようにしてほしいわけですよ。 この利益を無視して自己または第三者の利益を図ることを目的となされるなど法の趣旨に反する特段の事情がいるるんです一反す反特段の事情がない限りは代理権の乱用には当たらないと。ということは結局特段の事情の有無が判断されることになるんです最後はね。 えー、このように、この利益を無視して、事故または第三者の利益を図ることを目的とするような法の趣旨に著しく反するような特段の事情、えー、これがあるかということですね。まあ、ここは,これは外形説ねという感じになります。なのでで、まあ、書き方は難しいところですけどね まあこれ親権者の権限ね。まあい,いか、これは824でいいね権限。まあこういう話ですね、権限内の行為であると。824条の権限内の行為であって、利益相反行為には当たらなくて、代理権の乱用かということに関しては、 結局、特段の事情の有無が争点になるよということですから、論文で最終的にはこの特段の事情があるかどうかを一気に検討していくということになります。そうすると、ここに一応、コメントで入れましたけれども、利益相反行為の判断については、このように外形説に依拠すること、と、えー、いうことですね、外形説に依拠すること、それから合わせて、この広範な裁量を前提に、法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情というものが、この107条の中で検討されることになると、まあ、いうことね。 まあここはしっかりと見ておいていただければとというところですね。はい。であとは、えー、ちょっと触れておくと。 はい、じゃあ代理権の乱用があった場合この先さらに続くんですよ代理権の乱用の相手方っていうのが悪意または有価質だった場合無権代理になるんだけど転得者が現れるケースがあるんですよねでこの時の処理方法はちゃんとできてほしいかなあの要は乱用行為が行われて、まあ、AB で,で、まあ、C がこうあってこの人がまあ悪意だったりするわけですよね悪意または有価質で,でそうするとこの時は無権代理になりますよね でそうすると C が悪意または有価質ということになればこの場合107条で無権代理になるから例えば A っていうのは例えば売買契約をこう結んだとして、ね、A は所有権を失わないわけですよで所有権を失わわないわけです無権代理とみなされますからただしこれを、まあ、例えば登記なんかがあって D が買っちゃったっていうケースがあるんですよねでこの時どうなるかっていうと D は基本的に権利取得できませんからね原則論としては。 えーまあ、どうして権利取得できないかっていったらあのだって C 無権利者だからいいよ、ね、これ悪意または有価質っていうことであれば、まあ、代理権乱用行為の相手方からの転得者ってことになりますけれども、えー、例えば乱用で無権代理とみなされた場合 C っていうのはあくまでもこれ権利取得できませんので、えー、無権利者から買ったっていう話になりますで無権利者から買ったってことだから D は権利取得できないだったら論文の書き方ね権利取得はできないし C が登記があっても登記に更新力ないから権利取得できない 投機に更新力がないって言われたらもう直ちに94条二項の頭になって、ね、類推論になるということです。ですからまあ原,則か原則的形態からするとこの ABC モデルですね ABC モデルで、えー、と悪意または有価質で107条代理権の乱用ってことになれば C っていうのは権利者じゃないんですよ結局は107条で無権利者ですよねで結局無権利者からは変えませんから無権利者からは D は変えませんので えー、結局は権利取得できないということは、えー、94条2項で検討していいくってことこになります,いいです、ね、で不動産の場合特によく出てくるのはあの当期に更新力ないので結局この2つ共通してるのは結局無権利者からの取得者なんですね。 無権利者から転得者だってことをまず一般的にちゃんとあ押さえておけばこの時に不動産だったら登記に更新力はないからあの権利取得できないよだから94条2項論でいきましょうって話になるからね。登記、はいえー、に更新力がないから94条2項の累積適用論。 という形でありますちなみに動産だったら94条使わないでって1セット目だったね動産で94条使うのは本当に不動産,あ動産ね動産で94条2項の類推するのは不動産即時取得するのと同じ話だから、えー、動産の場合はもう端的に即時取得の要件を満たすかどうかって話になるよねただこれが例えば動産だった時ねこれは動産だったら無権利者から買ったってだけの話だからいいよね無権利者から取引行為でこれパソコンだったらもうシンプルでしょ えー、パソコンだったら無権利者からパソコン買いましたってだけの話だから、えー、即時取得の検討になるで不動産の場合には更新力がないから当期にねに更新力がないから条文上、えー、即時取得のような規定ないから94条2項の類推論で処理するってことになるわねでこの時類推論で処理するんですが110条も使いますね、これはね、えー、意思外形非対応でしょ、まあ、通常 A って被害者だから。 まあ今回この A っていうのはまあ通常はあの作出意思ないから、意思外形しあのおじいちゃんが勝手になんか不動産を登記されちゃったのと同じような話です。えー、ですから、12番と同じ形式だよね、12番と同じような形式でしょ、もうなんかやや勝手にやられちまったみたいな、ねえー、話ですから、まあ、この時はまは意思外形非対応型という話になるから、全員無価値要求するね。 でここはちゃんとあの論文対策でやっとくと、えー、意思外形非対12に近い形です。ですから、12に対い型になるから、D は税無過失を要求するんだけど、この時にに税無過失の対象をちゃんと言えるように、C が無権利者であることに対する税無過失ね。よく間違えちゃうのは、 あの権利乱用についてとかじゃないからね代理権乱用についての税無可欠ではなくて D が信じたのは C が権利者であることを信じてるわけですよですから税無可欠の対象っていうのは、えー、基本的にはここでやっておくとこれは C 無権利につきですあの代理権乱用についてじゃないからね 見えとでこれからまあ、ね、ポイントコアやりながらおそらく論文の勉強とかをしていく中であの差がつくポイントっていうかねもうあの、うんまあ、合否を分けるポイントとかになることもあるけれど善意無価値っていうときに3つ視点持っててね時期と対象と程度ね いつの時点で何についてどういうふうな認識かっていう3つだからねで特に最後の対応って何かっていうと例えば自己取得の話なんかでさ半信半疑は悪意になったりするでしょう信じて疑わないことが善意になるケースっていうのとあとは今回の通常の94条のように知ってるか知らないかの認識を問うケースっていうふうにあの程度も条文によって変わるから あの今回は別に知ってるか知らないかでいいと思うんですけれどもあの即時取得とか時効取得の場合にはあのいわゆるあの言ってみればあの権,利でああの権利者であると信じて疑いのことが善意であって半信半疑は悪意になるというような場合もあるからそこは気をつけてほしい、えー、けれども、まあ、今回は普通にあの認識のあれ,あれなしですであとは時期と対象でしょだから今回ちゃんと答案で書くんだったら D が善意無過失ならじゃ点数が上げられないんですよ 意思外形非対応型であるから確かに D には善意無過失が求められるのは変わらないけれども答案の中では C から買い受けた時点で C が無権利であるということについて善意無過失であった場合とか過失なく知らなかった場合というふうにちゃんと答えましょうね。 過失なく知らなかった場合には、えー、いけるとで、なんでこれうるさく言ってるかっていうと、これちょっとまあ今日の講義で確実にやるので、あのー、表見代理の話の中で、えー、と51番、52番、まあ、ちょっとまあ,ある程度やってる前提で、えー、51番、52番について、えー、ちょっと見ていくと、これ,とこれやって、ちょっとやったら、あのー、休憩しましょう、えー、と51番、52番、あのー、こんな話あったでしょ。 110条の第三者いわゆるあの表権代理あのいわゆる基本代理権があって、えー、基本代理権があって権限外の表権代理ってありましたよねであの話ってさもうちょっと最初にやっちゃうと同じ議論なのよ A から B にあって基本代理権があるでしょで基本代理権があって C が代理権の乱用を行って D が買いましたっていうケースですよあのこういう感じ、まあ、これが代理人で で権限外の行為をやって、まあ d. がこう勝ったと。でこう点々譲渡みたいになったときに、百十条が適用されるのは直接の相手方だけですよね。えー、この百十条が問題になるのは、えー、この時には。ええ、百十条っていうのは直接の相手方に限るわけですよ。という話になるでしょう。そうすると、c. が全員無過失かどうかっていうところだけが問題になるわけですよ。 でじゃあもし仮にじゃあ、ね、C が善意無過失だった場合は D はも全く問題なく承継取得しますだって権利が確定するからあの今日の1セット目でやったら絶対的構成という考え方似てるのよ結局110条で直接の相手方に限られるそしたら C が善意無過失ならば権利確定しますよね善意無過失だったならば結局のところ C でもう権利取得しますから C から D の取得の問題なんですよだから別に D の善意悪意っていうのは何の問題もならないんです結局この表権代理が問題になる時っていうのはさ、まあ、こういう感じでしょ A から B に基本代理権が授与されて B が権限外の行為を行ってでこの時に有権代理と扱われるかどうかって話じゃん表権代理ってで有権代理と扱わ,あごめんなさい扱われるかどうかつまり本人への降下帰属がこう認められうるかっていう話の時に えーとまあ実際にこの C が全員無だったら別に何の問題もないんですよ。問題なのは C が全員無じゃなかった時なんですよ。この時には D は110条で保護されないんですよ。ここのとには、D、はは D 条でで保護されることはないわけですじゃあこの時どういうふうに考えていくかっていうと結局無権利者からの買い受け人だから。 94条2項の類推論になるんです結局。いいかなでその時にこれなんかはあの私の合格答案とかでめちゃくちゃ言うんだけど結局そうすると110条の問題になるから結局無権利者 C からの取得なんですよ。ということは。 不動産だったら94条2項と110の類推の問題なんですよ。でちなみに動産だったら192条の問題になるんです。まあ、これも医師外意見たようなのは明らかでしょ。えっ、ー、と A は別にそんなさ、まあ、大体不動産だったらここに登記があってそれを信じたりするんだから。 登記、ね、があって信じたりするわけだけれどもこの時にまあ当然 A は意思外形非対応だから意思外形非対応だからまあ94条2項と110の問題になるんですよ D との関係では D との関係ではでこの時にじゃあ D の善意の対象って何かっていうとこれは C が無権利であることだよね このときに94条2項110条類推するときにはこれは C の無権利に対するですちょっと書くごめんなさいちょっとのしんどい方はあ,のあれでやっといてくれれば PDF で落ちたやつ見といてくれればまあこのときには C の無権利に対する善意無過失がここで問題になるわけじゃないですかじゃあ 110条のこの C が保護されるかの議論での税無過失は、これは有権代理であることに対する信頼だからね。つまり、あの、全然対象が違うからね。C の税無過失と D の税無過失って全然次元の違う話ね。つまり C の税無過失ってこれ、表権代理の議論の中の税無過失なんだから、B が有権代理であることに対しての無過失。ということで、ね、つまり権限外であることの税無過失です。ということで、ね。だからこれは、 これについては B、無権代理でであることについてのです。だからあの論点主義に陥っちゃうとあのなんか答案上なんか一見するとそれらしいこと書いてあるんだけどもここの識別がついてない時点でおそらく権利関係は分かってないなってなっちゃうんですよ。なのでここはシビアにもうあの癖つけた方がいいですよ。 全員無過失って言葉が出てきたときにあの、いつも何とかに対するってのが書いてない時点で気持ち悪ってなるぐらいには練習してほしいかな。あのもう、当番戦略上時間がないからしゃあないっていう場合を除いてはあの常に意識をしましょう。だからもう、当番書くときに C が全員無過失ならっていうのはまずありえなくて C は B, からの B との売買契約時点で B が無権代理であることにつき過失なく知らなかった場合にはです。C の方は。 D の方は C から買い受ける際に C が、えー、無権利であることについての過失なく知らなかったことになりますからそこはせあのちょっと直接の相手方の下りの中であのちょっと押さえてください今色、で色で分けると赤いのが C で青いのが D です、うん、議論としては赤いのが C の議論で青いのが D の議論ということになりますでそうするとそれをまあ一般化するとこういう話ですね110条の第三者っていうのは直接の相手方に限られると。 理由としては直接の相手方に限られるのはやっぱり無権代理の信あごめんなさい代理権の信頼が生じるのは直接取引した人だけでしょう、えー、転得者はもともとのさ来歴なんか知らないんだから、えー、来歴なんか知らないわけだから、まあ、この丸二にあるとおり転得者というのは、えー、この BC 間の事情というのは通常知らないわけだからもし仮にそのことを第三者に含めちゃうとほぼ表現代理成立しちゃうね。ね、えと、ー、いうことになりますから、まあ、本人に告くということになります。はいということですね。 であとはこれえー51番でこれ52番までやっちゃってますえー52番においては直接の相手方が全員無過失の場合だったら問題なく承継し得る可能でえ直接の相手方が全員無過失の場合にはえー94条2項110条類推適用やえー192条が検討されることになりますでこの時にあのあれだ対象注意してね繰り返すけれども <laughs> えっと対象について であと正確に言うとごめんなさい悪意、有価質のところ正確には点で書くよりはこれごめんなさいちょっとケアレス的な悪意または有価質にしておいたがいいね、えー、悪意かつ有価質に読めちゃうのでごめんなさい悪意またはです、えー、いいですね直接の相手方が悪意または有価質の場合はなりますということですねで一応これランクとして私「C」っていうランクつけてるけど、あのー、あれだね、あのー、論文上は結構、ね、重要になってきますので、えー、ここは確認しておいていただければと思いますはい <laughs> あの対象ね。ねでは、えー、ちょっと五十二番の問題までちょっとなぜかやっちゃったんですが、えー、少し有権代理をめぐる問題少し戻ります、えー。有権代理をめぐる問題までやったら休憩します。えっ、ー、と一応あの三十一番と三十二番は知識問題ですので、あの任意代理権、法定代理権共通の消滅原因については、えー、条文百十一条で列挙されています。本人の死亡と代理人の死亡破産抗件ね、えー。死亡破産抗件。 で任意代理の特有の消滅原因については本人の死亡破産と代理人の死亡破産後ねになります。えーとまあ、一応31番にあるように任意代理権、法定代理権共通の消滅原因について111条に規定されていてで任意代理権特有のものについては,あとは委任の終了によって消滅しますからいや、ね、委任が終了すると代理権も消滅しますのでそうするとどういうふうな考え方になるかというと,、えー、とあ,あとこれごめんなさい。 えとそうだねそうすると法廷代理人と共通のものに加えて本人の破産と、あとはいつ,いつでも解除できるので <laughs> えいつでも解除できるので、えー、ということだね。いいですかね。で、まあ、だから一般的にはこのあれかなここまで大丈夫かな。<laughs> え代理権というのは委任による代理権は委任による消滅するってことはま基本的にだ有因ってことですよね。えー、元々の委任契約がなくなれば、えー、結局のところ代理権に影響するっていうことになります。で一応これはもう条文上111条から、えー、委任による代理権は委任の終了によって終わるとつまり委任が終われば、えー、代理権もなくなるしあのー、破産開始決定ということであのなくなるっていうことからするとその 31番に書いてあるようなものは当然終わるしそれ加えて委任の終了自由に当たるものも終わるということでそうするとあの、まあ、通常あの任意代理の方が問題になるからやっておくとあの、まあ、いつでも終了するよってない,いよね651条ねいつでもあの解除できますから委任についてはだからまあ簡単に言うと弁護士とクライアントの間の委任契約というのは、えー、弁護士側からいつでも辞任できるしクライアントからいつでも解任できるわけでしょう えですからまあいつでもできるっていうことに加えてあとはこれ担当対策でいうと本人の貢献以外は全部です本人の死亡破産と代理人の死亡破産貢献で終わりますからちょっと本人の貢献以外は終わるねでなんで本人の貢献終わらないの 終わらせちゃまずいでしょ。っていうねえ。本人が貢献開始してんのにそれでね。なんかもうはしご外すみたいに委任契約終わっちゃったらかわいそうじゃないですか。っていうところですかね、えー、ですので、まあ一応本人の貢献開始以外については、2台では終了原因になっていくということになります。で、まあ、これとあのセットで問題になるのが41番。 えー、です表見代理の話で出てきますがあの委任契約が終わった後に代理権がどうなるかという話なんですが、ねまあ、これは次の講義ちょっと休憩してからやりましょう、えー、休憩後にやっていきますが、まあ、事務処理契約、委任契約があの、まあ、例えば取り消されたような場合あのさっきの場合だったら委任の終了ということになるから、まあ、解除とかねさっきの今までやってた解除とか、えー、その終了原因みたいに、まあ、事後的に終わりますという話ですよね。 であの特に問題になるのは委任がこれ解除とかあで委任の解除っていうのはこれ特に問題なく将来校なんですよ。委任の解除って将来校になってくるわけだけど委任が取り消された場合どうなるかっってて結構重要なんでです取り消しって訴求校でしょだから例えば委任契約を結んだんだけれども売買契約あ委任契約を結んだんだだけれども委任契約が取り消されちゃうと初めから委任がなかったことになるからそうするともともと代理権自体がないってことになるのよ。 つまり最初からずっと無権代理行為だったってことになると例えば委任契約がずっとむあのま結ばれて代理権が授与されてしばらく代理人でやってましたでしばらく代理人でやってたんだけど途中で何らかの理由で詐欺取り消しとかで委任契約が取り消されるとあの誘因ですからあの代理権もなくなっちゃうんですよただ訴求項の誘因だったら訴求的に代理権なくなるから今まで行われていた代理行為全部無権代理になるっていう大問題が生じるんで。 まあ、それをどう乗り越えますかっていうのが41番で、あの、まだ予備では出てないんですけれども、司法試験では過去に複数回出ている問題で、あ、でもそれでもまあ確かに、あの、令和5年で近い問題意識のものが出てるんですよ。えー、近い問題意識のものを持っていて、だから原則で考えるとさ、よくあるのが、代理権消滅後の表権代理として捉えていいのかって問題なのよ。まあ言ってみれば、あの、例えばこれが解除だったらわかりやすいの。 委任契約をやってますで委任契約をやってて委任契約が途中で解除されたってことだったら解除は将来行でしたよね、委任契約は、ね、賃貸借委任は将来行だから代理権が消滅した後の代理行為の問題になるけれども例えば、訴求庫を持っている詐欺取り消しでなくなっちゃったってことであれば詐欺取り消しでなくなった場合最初からもうずっと代理権がなかったことになるから詐欺取り消しより後の代理行為について代理権消滅後とよっていいかと。で代理権消滅後って言えないんだよね。 だもともと消滅も何も最初からなかったことになるわけだから解除の場合と違って訴求的な消滅原因になっているときにどうするんでしょうかみたいな問題が41番でちょっとこのチェックシートの方ではちょっとこれ大幅に前のやつ過加しているところなのでそこのところをもう一度ここもちょっとやっていきましょうじゃあここからちょっと休憩挟んで休憩ち長めというか15分ぐらい休憩しましょうでえとその上でえと一応無権代理をめぐる問題えと10ページからやりますが無権代理の問題 についてはほぼほぼ無権代理と相続1本なので、えー、まあここについてはまあ簡単に確認をして、えー、まあ復習しつつ、えー、表権代理の問題も見ていくということにいたしましょう、えー、今日、おそらく、ね、あの時効全部というのはまあ現実的ではないので、えー、と一応、時効学説のところについて中核的に見てで次回の講義で時効と物件という形で進んでいきますので、まあ、今日の講義はとりあえずそあのあのまず代理は、ね、全部終わらせましょう。ではそれではぜ一旦ここではします それではです、ね、ここから引き続き、えー、今度は、ねえー、3セット目ということになりますが、まあ、今日は少しあの前半がちょっと長めだったというところもありますので、えーとまあ、休憩の入れるタイミングについては、まあ、次大体30分ぐらいで、えー、ちょっと短めの休憩を入れて、えー、でそれでまああの最後ということに、えー、いたしましょう、えー、なので、まあ、ちょうど30分30分ぐらいで休憩を入れていきますでは、えー、でちょっと見ていくと無権代理のところからですね33ページですが、まあ、無権代理に関しては無権代理と相続さえ間違えなきゃいいかな。えーまあ、無権代理人が負う責任に については、まあ、これはまあ履行責任と損害賠償責任のいずれかということですよね。でまあ、一応、損害賠償については、これはあの履行利益の範囲までいきます、なぜならば、履行またはですから、履行に変えた損害賠償なので。 一応、は相手方の選択、これは担当っぽくなりますけれども、どちらを選ぶかは基本、相手方が選ぶわけですよね、履行責任を選ぶのか、損害賠償責任を選ぶのかっていうのは、無権理行為の相手方が選択をすることになりますが、損害賠償責任については、信頼利益だけではなくて、履行利益まで入る、これは理由としては履行利益、利行責任または損害賠償責任ですから、履行と同じレベルが必要になるということになります。 では、えー、でその上でまあ無権代理で問題になるのはもうとにかく無権代理と相続の処理ですで一応学説的なところとか判例的なところだと資格融合説、資格併存説なんていう形でありますけど基本、試験対策は資格併存で書いた方がいいかなという気がしますあの例えば、えー、今回、無権代理人が本人を相続した場合の処理についてですけれどもあの基本、あれですよね あの判例はなんかあのこのような事例ではね無権代理人が本人を相続した事例なんかでは相続で一体となって追認があったのと同じになっちゃうんだとで無権代理行為が治癒されるんだっていう考え方をとってますがただまあ学説というかね皆さんが論文対策立つ時にはああのまあこれは無権代理人が本人を相続しようが本人が無権代理人を相続しようが資格併存の形 ですので、一応私は資格平存に審議足説を足したものを一応押さえておくといいかなあの要はね無権代理と相続であのまあ端的に言ってしまうと資格平存説じゃなくて資格融合を取ると当然、に無権代理が治癒されちゃうんです。よねですから例えば今回のこの34番の問題というのは A が死亡してえ包括承継があったと。 A が死亡して包括証券がありましたっていう場合に、えー、当然に無権代理が有権代理になっちゃうよっていう考え方が資格融合なわけだけどこの立場に立つとあの C の取り消し権とか再高権を一方的に奪うことになるので。 えーまあ、実際にねこの、えー、無権代理人が本人を相続したっていう場合だったら本人が死んじゃって無権代理人が相続したって場合だと、えー、この資格融合の立場に立つと追認があったのと同じ扱いになるから遡って、えー、治癒されるんだと、まあ、いうことになっちゃうと C からしてみれば再告権とか取消権とかあったわけですよ、でそれが一方的に偶然の事情、まあ、今回 A の死亡という、ね、偶然の事情で奪われちゃうので基本的には資格併存かな。えー、つまり、B、は の A の資格と B の資格がどちらも並存している状態で,で実際に B は自分のえ相続をした本人の立場で追認するか追認拒絶するかを選べるという見解がまああの無難かだというところです。今回だったらこの資格並存説の立場に立てば相続したことによって A の本人たる地位と B の無権代理にたる地位が並存しているからまあ B としてはえまあ相手方からの催告とかが。 あった場合はもちろんね、えーまあ、追認するかどうかを決めることができる、でただし、あの審議則で拘束がかかるわけねあの、要するに追認するか追認しないかという追認権、追認拒絶権を A から相続して、B は、えー、本人たる資格も並存してるんだけれども、ただ、B が自ら無権代理行為を行っておいて、追認拒絶することは、審議則に反するでしょう、まあ、いわゆる禁犯権として反するから、結局、並存はするんだけれども、追認拒絶することはできず、追認するしかなくなると。 で結果的に追認するしかなくなって有権代理行為と扱われるんですいい、ね、あの資格融合説との違いは当然にあの治癒されるとかじゃなくて一応その資格平存説に立てばあの追認権追認拒絶権が B は持ってるんですよ一応 A のそれを相続してだけど審議則上、えー、追認拒絶ができないっていうことから、えー、結論としては追認するしかなくなると、まあ、いうことになってきますだからまあこの資格平存説ね えとまあ、この無権代理人というのは本人の追認・追認拒絶権と無権代理人の117条責任が両方とも併存しているとつまりこの人は一人二役なんだよね無権代理人であり本人であるという一人二役になっていて本人の立場で追認拒絶することはできるけどただ無権代理行為を行った者が追認拒絶することは審議則上許されないわけですよ、えー、ですから B は追認するしかないと。 ですので、無難な論点というふうにちょっと下に書いたけれども、判例の規決はやっぱり非常に批判が大きいことから、まあ、論文の中ではまあ指摘があれば、ね、まあ、私はあの判例と題容と問題点、時間がなければもう指摘せずに、四角閉塞説の立場立っちゃってもいいと思います、えー、まあもしある程度書くボリュームがあるんだったら、四、ま、角、あ、融合説の問題点、まあ、パッと指摘して、四角閉塞説で書いた方が無難でしょうねと思います、で現にですね判例は逆パターンは四角閉塞なんだよね。 で逆パターンは資格併存で,で,でここが実はすげえ重要なところであのこっちが死んで,で896条で相続が発生しているとで A はちなみに審議則上追認・追認拒絶はできるよねって話になるわけです、えー、つまり本人の資格と無権代理の資格が A は併存しているから、まあ、実際、追認するか追認しないかについては A は本人自らの立場で一応できるとで審議則上だめだってことはないでしょ さっきの問題のようにあの無権代理行為を行った者自体があの追認拒絶しようとしている場面ではなくて本人としての立場で普通に追認する追認拒絶するって話だからえこれは特段問題ないんですよでここまではまずかけてほしいえつまり資格併存説の立場からすると、まあ、当然に有権代理になるとかじゃないから C としてはまだ相変わらず取消し権、再告権行使できるで A は追認拒絶は別にできるでで A は普通追認拒絶しますよね で追認拒絶した場合の先を皆さんかけないんです追認拒絶した場合にはあの資格平存説からすると A は無権代理人の責任を相続してますから C、A は無権代理人の責任は負いますつまりこ,のこれでいうと親子だったら、まあ、子供のケツは親が持つという話ですよあの実際にこれを A が親で B が子供で子供が無権代理行為を行って子供が亡くなって親,を相続し親,親が相続したとでこの時に親としては自らの親の立場で追認しないということができるわけ。 で追認しなかったら117条1項で無権代理であることを確定しますからそしたら子どもは無権代理人だったということになるから無権代理人の責任を A はん追,追認拒絶によって無権代理が確定すれば A は B の無権代理人の責任を相続していることになるから、えー、無権代理人としての責任は負いますでこれを忘れないでくださいで無権代理人の責任を負ったならばどうなるかというと117条の1項で履行または損害賠償責任を C との関係で A は負うんです その時にじゃあ C は A に対してじゃあ責任追及するという場合ねまあ例えば A が追認拒絶ししたとしますえ A が追認拒絶したとしてでそうすると追認拒絶すれば無権代理であることが確定しますからえ無権代理であることが確定しますからえこの人は117条責任の追及をするとまあここまでいいですね。 117条責任を追及することになるじゃあこの時にじゃあ利行または損害賠償でしょじゃあ A はじゃあこれねもし仮に C がですね A に対して利行責任を追及するってなると例えば不動産引き渡せって話になるんだよね、えー、例えば今回の無権代理行為が A の持っている不動産の売却だったとしますよねそうすると、まあ、A としてはこれ積んじゃうことになるんですよ要は追認すれば土地を失うでしょ追認すれば土地を失う で追認を拒絶した場合には履行責任を問われるから、えー、要するに B の履行責任を相続しているから追認拒絶した場合には C からの117条責任で履行責任として土地を奪われるということができるそうするとそれは明らかに妥当性を欠くから一般的に言われているのはこの時は C が請求できるのは損害賠償のみ、えー、結局土地を失、まあ、実際目的物を失ってしまうという結論になると追認拒絶を認めた意味ないんで、えー、ですからまあ 一応、特定物の引き渡しが内容になっている場合ですね、まあ、これ、追認拒絶をした場合っていう処理になりますけれども、まあ、この時には、無権代理人としての損害賠償請求をすることはできるが、えー、特定物の引き渡しの履行、えー、請求をすることはできないっていうのが一般的な考え方。なぜならば、B が生きてれば土地を失うことなかったんですよ、A は。だって、追認拒絶すれば終わりでしょ。 追認拒絶して、C、はにに金払えっていう話話なるだだけの話だったんですよ。ですがその相続という偶然の事情で A が土地を失うということをまあ積んでしまう状態になるわけですよ。でそれはやっぱり妥当ではないということから一応この117条責任の追及の中で履行請求できますかとつまり特定物の引き渡し、まあ、損害賠償ができることは問題ないと思うけど。 で履行請求が果たしてこの117条1項責任を追及する中で損害賠償請求はできるとして、えー、損害賠償請求はも、まあ、できるとしてじゃあ、履行責任の追及というところまで、えー、この117条1項で認めてしまうと、まあ、A としては途中奪われちゃうということはやっぱ妥当ではないと、まあ、いうことから一般的には A は追認拒絶をした場合は、えーまあ、117条責任を負うんだけれども履行責任は拒絶できると。 金は払わなきゃいけないというね、まあ、そういうふうなことになるのかなというのが一般的な考え方ということになりますでこれが無権代理と相続をめぐる1番2番で,でちなみに判例があるのがこの37番ですけれどもこれ今考えてあの学説いろいろあるんだけどもうこれで足りますから無権代理人が死んだ後に本人も死んじゃったってやつです、えー、この37番の図っていうのはもう,もうこれにつきます A がいてもう B で C がいてこの人が無権代理人で A が本人で,で、まあ、相手方がいると。で、この時にまず最初に、えーまあ、本人が死、まあ、これちょっと矢印にしちゃいますけども、えー、896条で、まあ、子供が死んだと <laughs> だよ、ね。無権代理人が最初死ぬんだよね、この判例は。で、その後に A が死亡して、A が死亡して、まあ、2段階相続ですね、えーまあ、2段階相続が発生したと、まあ、いう場合。 でこの時は紆余曲折あるけど結局 B が資格併存してるんでしょもう要するに段階経てるけどでこれなんかいろいろとなんか論理的にいろいろ考えられる問題ではあるんですが私個人としてはこれ出てきた時はもう端的に B っていうのは結局は無権代理人と本人の資格併存してるんでしょだからもし仮に責任追及された場合どうなってるかっていうとえっ、ー、と 35番と同じ問題意識ですつまり B は別に審議則にも取るところないからで別に、えー、審議則上拒絶もできますから結局問題意識は35番と同様に処理すればいいです。 だからあの、追認拒絶ができたとして同じようにあの結局117条席に追及されるけどあの特定物の引き渡しについては、えーまあ、実際拒絶,するしかない拒絶することが可能としないと、えー、何の落ち度もない B が、ね、どっちにせよ途中失っちゃうという状態になりますから、まあ、そのような状況を回避するために35番と同じように特定物の引き渡しだった場合ですね、えーまあ、同様の処理まで書いておこうか。 特定物の引き渡しということになった場合には117条請求は拒絶できると。あいう話で考えていけばいいかなと思います。ですので、まあ、結論からすると、まあ、資格併存説で追認拒絶可能だよという話になってくると、まあ、いうことになります。で一応なんか判例はこれ資格有効説前提とするような考え方をとっているんですが試験対策ではもう資格併存審議則とで。あとは合わせて まあさっき触れたとおり、えー、追認拒絶可能なんだけれども、えー、ただ、117条一項責任はもちろん負うんだけれども、えー、特定物の引き渡し、まあ、特定物の引き渡し、まあ、いわゆる履行請求ね、まあ、つまり、 損害,賠償損害賠償責任を負うとこれだから35と同様とえもちろんこれ D としては117条責任を負うことになりますまあ無権代理人がいますからね あでごめんなさい、今、これ書いてる人はもう全然問題ないんですがこの,あの米印のあれに合わせると,、えー、と本人で、ごめんなさい、これ書いちゃった人はこれすみません、えーと、ごめんなさい、本人が B で、あすみません、この上に書いてある、これ、えー、本人が A で、無権代理人が B で、相手方が C で、所国人が D、ちょっとなんか切る場所、あれ見づらいけど、そうすると本人が A で、無権代理人が B だから、すみません、これを B にしましょうか。 これはちょっと記載上の問題これを B、この人 B だね、無権代理人が B で、でえー、と相手方が C で,で、相続人が D なので、一応まあこう押しておきましょう。すみませんでした、こちらね、ABCD、一応こう,こうだね、えー、とこの ABCD のモデルですね、A が本人、B が無権代理人ってやつね。 まあここの部分、あごめんなさい、それを一応ちょっと前提に、A が本人で、B が無権代理人で、C が相手方で、D が相続人と、という形になります。一応、これに関しては、この117条責任、追認拒絶した場合ね、D は追認拒絶可能なので、追認を拒絶した場合に、どうなるかは同じ。 であとはこれ、えー、と36番については、これ、おそらく今後出題される可能性が高いかなというやつで、まだ出てないんですよね。あの共同相続人に絡んでいる場合ね、ね、えー、一応、本人が A で、無権代理人が B で、えー、C が相手方で、D が共同相続人という感じです。なので、一応図解すると、A がいってもこういうパターンですね。こういうパターンですね。で、この人が無権代理という話ですね。 で一応、この人が本人と。で、本人が死亡したときにあの、ポイントになるのは、追認権、追認拒絶権っていうのが相続されるんですよね。で、今回、共同相続になるんですよ。896条で。えー、まあ、本当はイコールって書いたほうがね、えー、いいけど、まあ、そうしましょう。<laughs> えと、まあ、一応、こういう感じですね。相続されてるわけですよ。相続されてるわけです。で、このときに、 追認権と追認拒絶権は不可分に帰属しますですから追認するときは全員で追認するしかありませんということをちゃんと押さえておけばいいです資格平存説を前提にとると B は追認するしかない状態にあります B は追認するしかない状態にありますから追認拒絶は許されないということになりますから B の持っているのは追認しかできないだから D が追認すれば2人で追認したことになるよね D が追認すれば B は追認するしかないから2人が追認したことになるので全体として追認と効力が生じる問題になるのは D が追認拒絶するケースで通常 D は追認拒絶しますだってね相続した土地失うことになるからえそうするとまあ D は追認拒絶をした場合 D は追認拒絶できるけど B は追認拒絶できないという結論になるんです でこの時によくやっちゃう間違いは2分の1だけ追認するってことはできないので1人でも追認を拒絶している人がいる場合全体として追認できないんですですからこの場合無権代理が確定しますいいですねこれがもう判例の立場で、ねえー、つまりこのように、えー、追認権というのは不可分に帰属しますで一応あの条文っていうとね264条の準共有を根拠とすればいいかなえー一応まあ え財産権じゃない追認権追認拒絶権というものが、えー、この B と D との間で共有状態になっていると,、えー、ということになります。で追認権というのは全体で、えー、全員で追認するしかないからっていうのがこれが性質上全員に不可分に帰属するってことです。ということは一部を分割して行使することはできないわけです。ということは B と D がどちらも追認した時初めて追認になるので初めて追認になるので D が あまあ、簡単に言うと D が追認している場合はもう全体として追認するしかないということですよね、まあ、これ書いてある通り、えー、共同相続人の B と D が追認しない限りは無権代理行為は有効とならないけど D が追認するにもかかわらず B が追認拒絶することは審議則上だめでしょうということは結果何が言えるか D が追認した場合には全体として追認されたことになりますま、えー、1ね D が追認した場合には B が追認する拒絶することは許されない結果、まあ、一応この B はだから審議則上を追認できないんですよ。あ,あごめんなさい、審議則上を拒絶できないんです。えー、審議則上を追認拒絶できない。で、D は別に追認おは追認拒絶、どっちもできると。まあ、追認もできるし。 まあどっちもまあできるよという感じになっているわけですだから B が場合分けですよね D が追認すれば B は追認するしかないんで全体として追認されたことになるから遡って有権代理になるで D が追認拒否した場合が問題になるんですよ D が追認拒否した場合は B は追認拒絶できないとしても全員でしか追認できないから結果として追認拒絶になります結果的にあの審議則上追認拒絶できない立場ではあるんですよ だけれども、まあ、ここにもあるとおり、例の追認がない場合は、全体としての追認が不可能でしょう。したがって、追認拒絶として扱われます、追認できないんだから。ということは、 D が追認しなかった場合全体として追認ができないから、えーまあ、追認拒絶と扱われる従ってどうなるかっていうと C の無限代理があ B かこの時点で B の無限代理が確定しますで今回は 要するに D が追認しなかった場合 C は B を詰めるしかないんです B1 人をで B 死んでるわけではないから B が無権代理人なんだからあなたの責任だってことで全部 B に責任追及するってことになるね、えー、まあ B の無権代理が確定するってことになりますから結果的にどうなるかっていうと、えー、C は B に対して無権代理の責任を問いうるとだから履行請求はまあ D が嫌だって言えば無理だからね <laughs> 立候補請求は D が嫌だって言えば明け渡したくねえって言えば無理になるからまあそこら辺のところはまあこの問題文の状況によるかと思います、えー、と少しあの分かりにくいところではありますがまあ今回なったら A が本人で B が無権代理人で C が相手方で D が共同創建とちょっとごめんなさい縦にそこで線引いた方が分かりやすいね A が本人で B が無権代理人で C が相手方でこれね D が共同相続人ということですから、まあ、この図でいうとこういう図で,でこれで A が死亡したとで A が死亡した場合追認権追認拒絶権が B と D に準共有されるわけですただ追認権や拒絶権は性質上不可分だから全員で、まあ、特に追認権だね特にね今回問題になるのは、えー、特にこの追認権というものは全員でやらなきゃいけないというのが判例なんですよだから全員で1世のせいで、えー、追認しなきゃいけないっていうことは1人でも嫌だというものが現れたら追認できないので B が追認を拒絶できないとしても D が拒絶した場合全体として追認できない以上追認拒絶と扱われると、まあ、いうのがまあ判例の立場なので、まあ、この判例の立場をしっかり押さえておけば、えー、解けるかなというところですで一応これが無権代理と相続の問題なんですが基本この話っていうのは他人物売買でも同じように処理して構いません あの一応ね、ねこれたまに聞かれるというか、まあ、予備試験で平成23年でこれ問われてるんですがあの他人物売買の売り主の地位を承継した本人っていうのは要は他人物売り主っていうのが、まあ、言ってみれば無権代理人で所有者が本人だっていうふうふに考えちゃって構いません、なぜならばあのこれは繰り返しになっちゃうんだけどあの他人物売買の場合と,と似ているのが無権代理って結局さ、さ追認があったら遡って全部有権代理になるでしょ。で 他人物売買の場合も所有者が承諾すれば遡って有効に権利点するんですよ。えー、ということからすると116条の追認と、あのー、ほぼ同じと扱われていて直接適用ではなくて累積適用の、ね、条の累推適用、えー、と考えられています。えー、ですから例えば他人人物売買の本人がいいよと、 これはいいよ本当は他人物売買だけど私が所有者で、ね、勝手に他人物売買されちゃってけどいいんじゃないのってことを認めれば遡ってオって OK だってのが判例なんですよ。でこれも判例も類推適用って言葉を使ってますからそうするとこの116条と同じように他人物売買の場合権利者が後日追認した場合は無権代理の行為と同じように遡って効力を有すると。で でどうして類推なのかって言ったら無権代理じゃないからね他人物売買はあでこれあとごめんなさいあの,あのある程度勉強進んでる人からすれば当たり前じゃんって話するけど他人物売買と無権代理どこが違いますっていう話だけしとくねあの例えば A の土地を B が売りますっていうのが、まあまあ、典型的な話でしょあの B が代理人として売ってる場合が無権代理ねつまり A 代理人 B として売ってるのが無権代理で他人物売買は B が自分の名前で売ってる時ね 人の,人の土地売りますよって言って B が自らの名前で売っているのが、えー、他人物売買ということですよね。えー、ですから、まあ、全く違う話なんですよ。だけどどっちも共通しているのは A がいいって言えば解決する話なのよ。どっちにせよ。えー、無権代理だろうが他人物売買だろうが A がうんって頷けば問題なく A から C に権利点するのよ。という話でしょ。だからやってること同じなの。だから類推適用なんです。だからま、簡単に言うと、まあ、B が A の代理人として 売るのが代理行為でしょで B が自らの名前でえ自ら契約をする、まあ、自らが契約したいとしてです、ね、行うのが、えーまあ、他人物売買で,で基本的にはいずれも、えー、A が承諾しなかったら A から相手方への権利点はしないんだけれども、えー、だけれども、まあ、無権代理だったら追認。 他人、えー、物売買だったら所有者としての承諾があれば最初から遡って、えー、このように効力を持つから A から C への権利点認められるというのは同じな,んでなので、まあ、116条の累積適用で、えー、考えるそうするとじゃあ相続が発生した場合も全く同じなんですよ、えー、資格平存説審規則でやればいいんですよという話。 で実際判例もです、ね、こういうのがあるんですよ、えー。権利者は相続によって売り主の義務または地位を承継しても相続前と同様に権利の移転につき、えー、拒否の自由を言っているということは、これ、資格併存説前提にしてるよね、あのーまあ、ここの話。一応、資格併存説前提にしてますよね、これね。えー、権利者は、えー、持っていると。であとは審議則に反するような、 特別の事情のない限り、えー、履行を拒否できるよっていう。ということはまあ審議則も前提にしてますから、まあ、そう考えてみると、まあ、基本的にはあれだよね。えー、権利者、まあ、つまり所有者っていうのは売り主の義務ないし権利あ義務や地位を承継しても、えー、結局はそれは追認するかどうかは自由でしょっていうね。で特段審議則上半次第から通常はね。まあ、この 例えばあの他人物売り主が死んじゃったってですね他人物売り主が死んで所有者が相続したって場合だったら所有者がついに拒絶することっていうのは別に審議にもとるところはないから基本やることは同じなんであの、まあ、結局のところあの他人物売買の場合で二、えー、に書いてある通り、そり他人物売り主とその所有者っていうものが結局無権代理人と本人と同じような扱いになってるってことですね。 結局まあこれはもう落書きというかねえさっと書きますが所有者がいてで結局、他人物売り主がいてで売買契約を C と結びましたというときに結局、こういう話でしょだから結局本人と無代理人と同じなんですよだから実際、A というのはこれ承諾するかどうかという権限という話でしょう承諾するかどうかという権限でごめんなさい。 だからどっちかが死んじゃったと、どっちかが死んじゃったって場合は基本的には同じような処理になるということになります。はいということで、えー、忘れちゃいけないところなんで、この116条の類推ですね、えー、他人物売り主の場合には、あの基本的にはね、あの他人物売買の所有者、権利者のようね、えー、権利者が追認をすればですね、えー、遡って有効に、えー、その、 えと他人物飼い主に権利点すると遡ってねっていうところを押さえておけばいいでしょうで一応ここまでのところが無権代理をめぐる問題であとは表権代理の頭立ちだけしてからちょっと休憩しておきますあの表権代理と有権代理の違いはもうこのぐらいですあの表権代理が成立する場合でもあの別に相手方は表権代理主張しなくてもいいからね あくまでも、表権代理って相手方保護のための規定ですから、えー、表権代理を主張せずに、無権代理の責任追及をすることはできますし、あとは、表権代理が成立するとしても、あの取消し権の行使は可能ですよね。えー、いわゆる、追認または追認拒絶がなされるまでの間っていうのは、取消し権の行使ができます、これ、115条ね。えー、仮に、表権代理が成立する場合でも、えー、本人が追認しない間は、えー、取消し権行使できますし、あとは、表権代理が成立する場合に <laughs>、 別にあの本人の側から追認することもできますねで、追認して有権代理とすることができます、まあ、あくまでも、表権代理を主張するっていうのは基本的には相手方ですよね、えー、相手方保護のための制度だから、あの別に相手方が、まる1、ま2のように、えー、表権代理が成立しているからといって、表権代理の主張せずに無権代理の責任を追及したり、場合によっては、表権代理による本人の高帰貴族ていうのを求めないんだったら取り消してもいいわけです、追認前ならね。だし、えー、まあ実際に、あのー 本人の側がです、ね、別に、表権代理が成立しているけれども別に、追認すれば有権代理になるから。 別に、表権代理が成立していても本人の側から追認をすることもできます、であとはまあこの表権代理に関してはあの3種類、ね、109条、110条、112条の表権代理がありますがとりあえず、110条に関してはもうあのさっき触れたので先に110条の表権代理の知識面だけは確認しておきましょう、45番からもう忘れてないか確認しておいてください、事実行為については110条の基本行為にはなりませんね、あくまでも法律行為の代理権のみです。 えとちょっと忘れている人は判例でどんな事案だったかというと、これ、確か保険勧誘だよねえ保険の勧誘行為といったような事実行為の代理権は基本権限にはなりません、えあくまでも例えば保険の勧誘員の保険勧誘行為とか、そういったものについてあくまでも事実行為ですから、法律行為の代理権が基本代理権になる、じゃあ他に問題になるのは広報上の代理権、えこれ、登記の移転代理とかです、典型的なのは。 でで問題の所在はどこにあるかというと、えー、そもそも民法って司法だから広報上の行為を基本代理権にできますかという議論があるわけで原則できないということですね、えー、あくまでも、えー、広報上の行為は原則としては基本代理権にはならないという、まあ、一般論はちゃんと押さえてほしいんですがただ判例が言っているのは司法行為と密接に関連する広報行為に限っては例外的に基本代理権になる、えー、具体的には売買契約がなされた後の目的物の登記移転行為とかね、まあ 言ってみれば投機移転に関してはこれは公報上の行為ですよね、投機官に対する申請行為だから、投、え、機、ー、官に関する申請行為だから、公報上の行為なんだけど、これに対する代理権は、えー、原則としては基本代理権にはならないんだけど、司法行為と密接に関わる形で代理権授与されている場合、まあ、つまり売買契約を結んだ後に、その売買契約の目的物の投機、えー、の移転なんかを代理するなんていう場合には、まあ、ここにあるように、えーまあ、キーワード、やっぱこれなんかな。 司法行為の一環としてされているというのがよく、まあ、私は使う言葉かな。は、まあ、基本権限になります。まあ、言ってみればこれかな司法上の行為と密接に関連するものは基本権限となりますというのがまあまあ原則と例外という形でちゃんと押さえておいてください。あの意外とこれね論文で出ると忘れます。ああ当たり前のように基本権限って書くけどちょっと拝点振られてるから。 えー、いわゆる登記申請行為っていうものが基本代理権になるかつまり登記申請行為として代理権与えているんだけどそれを使って勝手なことをやっちゃったってケースです 登記申請行為の代理権を基本代理権として権限外のことをやられちゃったというケースだとまずそもそもも基本代理権の議論が出てくるんですででで例外的にこの司法上の行為と密接に関連する、まあ、特にこの波線引いたところ結構使い勝手いいかな司法契約による義務の履行のためになされるなどの特定の司法行為の一環として行われているという,ふうに言えるんだったらそのような登記申請行為も基本代理権になる。 では基本代理権というのは一応110条の要件は基本代理権があって権限外の行為が行われて相手方の税無過失まあ正当な理由ということになりますが基本代理権、もう1個重要なのがこれでしょう日常家事代理権ねえこれは基本代理権にはなりません、原則としては。まず100あの忘れている人向けにやっとくと761条はこれはあの法的にはえ相互に基本代理権を持つとされてますよね。 えと一応ちょっと復習の際にやっといてほしいのはこの日常家事代理百761条っていうのは761条の文言上は「連帯責任を負う」としか書いてないのよ761条の条文上は夫婦の一方が行ったものについてはもう片方は日常家事についてはもう片方も連帯責任を負うんだということしか書いてないんです761条は。 つまり例えば夫が行った日常行為については妻も連帯責任を負うんだよというふうな条文なんだけどこれは法的にはお互いに日常家事の代理権を持ち合っているというふうな法的性質だと説明されますですからもし仮にそこも指摘できるんだったら一言触れたいところですよね761条というのはこれは相互の日常家事代理権を規定していますまあ一応メモ書き程度になりますまあこれ全部書き出すとねもうね 重要事項どこじゃなくなっちゃうので一応必要なところをちょっと補足すると法的性質としては相互の日常化時代理権を規定していると。を規定していると。だからこの日常化時代理権を基本代理権として表権代理が成立するかって問題になるんだよね。 まあ簡単に言うと妻が夫の不動産を勝手に売っちゃったって時ですよ、えー、妻が夫の不動産を勝手に売っちゃった時にこれがまあ日常家事に入ることはまずないのでさすがに不動産の売却は日常家事に入らないから761条の権限外の行為なんですよ、えー、761条の権限外の行為なので一応日常家事代理権っていうのを基本代理権として表現代理が成立するかっていう問題ですが まずこれ原則ならないのはこれ理由を思い出してください、なんでだったっけ夫婦別産性に反するからです。あのこれを日常家事代理権と認めたら何でもかんでも夫が妻の不動産を売ったりとか逆もしかり妻が夫の不動産夫が妻の不動産を売ったりが全部110条でカバーされるとあの夫婦別産性は一時的に害するので、えー、原則としては日常家事代理権は原則として110条の基本代理権にはならないんです。でがだだから例外があるんだけど でこれはまあ理由としては夫婦別産性に反するから、えー、夫婦別産性に反するから、えー、原則としては110条の基本代理権にならないけど例外がこれですよね日常家事に属すると信じるにつき正当な理由があるときに限り110条の趣旨を類推適用すると。 でこの110条の趣旨の累積適用ってめちゃくちゃ遠いよねだからねだから最高裁もそこまで110条を基本代理権とした相手方保護っていうのはあまり積極的には捉えてないえけれどもこれは問題になるのはこれね、えー、と正当な理由があるっていうのはこれ税無価でしょでその時に今日の講義でも触れたけど税無価の対象が日常家事と信じるにつき正当な理由を要求しているのがポイントです 通常110条っていうのは何かっていったらいわゆる代理権の範囲内であることを信じるっていうのが110条でしょ、えー、つまり代理権の範囲内だって信じることが110条の善意昔の対象なんだけど761条を基本代理権とするときには日常価値であることにに対しての信頼が必要になりますですから不動産の売却とかはおよそ認められることはないです えー、例えばこれが代理権の範囲内だって信じるってなっちゃうとあ夫は妻の売却権限あるんだなとかね妻は夫の売却権限あるんだなみたいにあの代理権があることについての正当な理由とかっていう,うに通常の110条だったら、まあ、夫婦でも、ね、あこれは不動産の売却をお互いにまあ許してるのかなみたいに代理権の範囲内だっていう,ふうに信じるような、えーまあ、ケースはゼロではないんですよ。 まあお互いにそういうい不動産をたくさん持っているような夫婦だったら、えー、お互いにまあ不動産の売却みたいなのを例えば代理権を与えているのかなって信じるような状況というのはあるけどそういったものは保護の対象じゃないんですよ761条を基本代理権とするからには日常家事であることに対する信頼というのを求める意味でハードルが上がっているんですよだから不動産の売却とかそういったものについてはまず認められない、まあ、だから逆に言うと認められる余地があるものでかなり限定されるんですよ、えー、例えばまあ移動の交通とかね えーまあ、例えばねあの日常的に例えばあれですよね例えば移動交通をするとかで例えばタクシー代とか、えーまあ、例えばそれが医療費とか、まあ、タクシー代とか医療費とか新幹線代とか、まあ、そういうふうな、まあ、なんとなく日常でも使いそうなもので,でそれをまあ言ってみれば勝手に権限外としてやっちゃってると日常で例えば日常家事と無関係にプライベートで旅行行くみたいなところってあるじゃないですか。 もう日常家事とは関係なし、まあ、ちょっと生々しくなるけれども例えば、まあ、いわゆる不倫であったりとかそういうために例えば旅行に行くという時に、まあ、夫婦の日常家事とは全く無関係に不倫のために旅行に行きましたでこのために旅行のチケットを実際に買ったとっいう時には日常家事から明らかに外れるわけですよだから権限外なわけ。 だけどまあ旅行会社の人としては、えー、これは家族旅行で毎年この人はこの温泉には毎年行ってるからあ今年も家族で行くんかなと思ってるんだったらこれに当たる可能性が出てくるということ日常家事に信じるにつき正当な理由というのは、まあ、そういう事情がいるという意味で具体的な当てはめ処分になる場合があります要はただ単にあこれ代理人としてちゃんとした代理権があるんだでは足りないということ、ね、これは日常家事なんだということを求めます、えー、なので、えー、ここについてはちょっと 日常家事に属するにつき正当な理由っていうこれが判例が求めてる行為だからまあ一応 CF で書いておくと通常の110条っていうのは代理権の範囲内でであることにつきなんですよ通常の110っていうのはまあ要するに有権代理であることにつく信頼でいいわけでしょ なわけですよだからその意味では日常家事だと信じるという、えー、ハードルが高まっているよというところは、まあ、意識しておいてください。えー、でこの47番の問題をちょっとまあ触れつつ、まあ、ちょっと休憩またあの挟んでいきますけれどもこの110条で気をつけてほしいのがまず基本代理権の問題ですよね、まあ、今やったのが基本代理権、まあ、大体事実行為はならないよ広報系の行為。 広報系の行為も司法行為と密接に関わるという例外がある場合じゃなければだめだよと761条は今言ったやつですね、えー、原則としてならないよという話ねで例外的にこの日常家事と信じるにつき正当な理由がある場合に限って例外的に110条の趣旨が類推されるじゃあ、えー、それで権限外の行為が行われて第三者の信頼というのが110条の正当な理由ということになりますで正当な理由というのは全員昔です、えー、これはも判例が言ってますだからまさに、えー、ここで触れた話です 代理権の存在を相手方が信じることにつき正当な理由がいると。だね、えー、つまり全員無過失なんですがあくまで対象は代理権の存在です。えーまあ、代理権の存在につきということですから本来110条の対象というのは代理権の存在を相手方が信じたことについてが対象になるということです。 でちなみにこれ要件事実論とかもしくは実務基礎になっちゃうんですがあのじゃあ正当な理由の判断ってどうやるかというと、まあ、善意無過失だったんですが不信自由の有無をまず見ます、えー、代理権の存在を疑わせる不信自由がある場合にあの相手方というのは不信自由があった場合には具体的な調査義務を負いますでその調査義務を怠った場合に過失ありということになりますだからまあ言ってみれば不信自由があるのに気づかなかった場合はまずアウトだよね。 明らかにおかしい不審自由があるにもかかわらずそれに気づかなかった場合やもしくは不審自由に気づいたんだけれどもそれに対する調査確認を怠った場合に過失があるとされますでこれはあの民法に限らずあの基本的な過失って概念はあの過失は客観化されてますからあの客観的な忠義務違反とされますから不審自由のいわゆる確認義務と調査義務です要は調査確認義務つまり不審自由について気づくべき義務がまずあるわけ。 まあなんか不審自由があるのにそれにさ普通に分かるのに気づかないとかってあるわけですよ、えー、例えばなんか代理行為を行ってきたんだけれども、まあ、まあ下にあるけれどもこういうものですよ怪しいの、あのー、まあこれなんかちょっと実務基礎っぽくなっちゃってあの実務基礎の準備書面問題みたいになっちゃうけど委任状に改ざんの跡があるような場合とかね まあそもそもこれ委任状として怪しいだろうという、ね、ケース、えー、それから取引の経緯が例えば夫の不動産を妻が売ろうとして代理人としてやってきたんだけど、えー、なんか夫が嫌いだみたいなことをずっと言ってるみたいな、ねまあ、明らかにこれ代理、えー、行為として取引の経緯がおかしいだろうとかであともう一つはあのこれは,3はよく出ます法律行為の内容自体が基本的に怪しい。 つまり代理人の債務を担保するために定当権をつけるような行為を行うという時点でこれ本人に確認すす。べきですもうああの一般的に法律行為の内容自体が自分自身の債務の担保をするために定当権をつける上での代理権を付与されているということになるとおそらくこれは何か怪しいんじゃないか。 でさらには、よく言われるのが本人と代理人との間の身分関係が極めて密接、まあ、大体、配偶者とか同居の親族のようなケースだったら、まあ、簡単に言うと実印とか持ってけちゃいますからその気になればなのでこのような、まあ、これはまあ実務基礎っぽくなるけれども大体このね4つの類型の覚える必要はないけど頭の中でどういう時に要するにあの簡単に言うと相手方からの立場からすれば不審自由があったらそれを気づいて調査しろって義務なのでこの気づくべき不審自由がこの4つなんですよ。 えもう委任状がおかしい、えー、まあもしくは取引の経緯がおかしい、えー、そして取引のそもそも内容自体がおかしい、えー、それからあの人的関係が見せすぎる、まあ、ケースですね、まあ、こういうケースだったら、一般的にはまあ1とか2っていうのはまあ無権代理が疑われるような事案だし、えー、まあ3もそうだよね、普通こういう取引しませんから、いいですね、あの大体、自称代理人っていうものが何かよからぬことを考えている可能性がある。 というケースですで4については比較的あの委任に関する書類を偽造しやすいような身分関係、まあ、そういうのがあって気づかなかったら気づかなかったことが過失になりますからで気づいたとしたら調査をするじゃあ調査って何するのって言ったらこれも基本本人に確認ですあの今代理人っていうこの人来てるけど代理権与えてるって聞けばいいですで聞かずに漫然と受けた場合にはこれは正当な理由なしとされますえいいかなつまり まず客観的な自由である不信自由というものをまず見抜くというかねそこにはちゃんと気づかなきゃいけないで大体の場合気づいてるんですよ気づいてるけどやらないってケースが多いので、まあ、気づかなかったらもちろんそれは気づくべきものなら過失ありですこういう気づくべき不信自由があるのにその不信自由を看過すればそれは過失だし、えーえー、あとは不信自由について知ったとしてもそれについてか調査確認しなかったら過失ですよね。 ちなみに刑法でいうとこの,あの結果予見義務と結果回避義務の関係と同じです、えー、予見すべきでしょと予見したなら回避すべきでしょって話でしょだから予見できたのに予見しなかったらまず過失だし予見できても回避義務を果たさなかったら過失だしと同じ不審自由について気づくべき気づいたなら動くべきっていう2つがあってそのいずれかをね、えー、満たさなければこれはだめだよとで調査確認については一般的には状況によるんですがこれ実務基礎っぽいところの視点で言っとくと あの一般的には本人に対する直接確認です。あのまあ、本人が例えば直接確認できないというケースがあれば話変わりますけれどもあの、まあ、取引の異常性が高い場合であったりとか本人との接触が容易という場合には、えー、直接の確認が求められるということになります。であとはもう一つがあの 相手方がプロだった場合の調査義務は非常に高いですからあの一般的には貸金業者、不動産業、金融機関そういうところが相手方だった場合には、えー、基本的には調査義務非常に高いですから不審自由があったら本人確認していない時点で、えー、かなり怪しいですと、まあ、いう認定はあの意識しておいてください。あの逆にううとそれ書いてあるるだけで点数つきますあの要は取引が異常な、えー、ようなよ見える だったら本人に確認する義務があるましてや金融機関でしょという話をすればいいましてや金融機関でしょとかましてやあのこれはプロでしょと相手は取引のプロでしょと取引のプロとしては不審自由があるんだったらそれに対する調査確認の義務の程度は高いよとだからまあここに書いてあるように不動産取引とか保証契約で安易な認定はしないように特に実務基礎の中では おそらく出題されるとしたらこの110条の正当な理由がないことについての準備書面を書けなんていう場合だったらまあこのそもそもそのことが理解できてないと書けないからどんな不信自由があって不信自由があったらどんな調査義務があるのかその調査義務を果たさなかったことを論じるとでその時にその調査の程度が今言ってる話。 調査の程度はプロであればあるほど大きいであとは取引の異常性の程度とか相手方の属性によって異なるって書いてるありますけれどもやっぱりね異常な取引であるような場合であるほど調査義務は非常にあの丁寧な調査はいるとであとあの必ずしもじゃないから書かなかったけどあとは金額が高ければ高い方が一般的に調査義務高くなる傾向にあります、えー、例えば高額な不動産取引とかになればなるほどやっぱりちあの慎重にやるべきだっていうことにはなってきますね だからまあ取引の異常性、どんだけ異常なのかということとかに加えてあとプラスで、ちょっと触れておくとあとはプラスで取引の要するに高額さ高額取引とかねあとは取引の規模目的物のまあ価格。 場合なんかも入ってくるということになるからまあちょっとあのメモ書きという感じで付け足しておくとこの辺り足しておけばいいかなえ一般的な取引規模であったりとか目的物の価格が大きい場合なんかもえより強い調査確認義務なんてのがえ入ってくるとというあたりはちょっとえ見ておいてもらえればと思いますであとは51番52番も学習済みですねえまあ基本的にはまあ繰り返しになりますけれども、あのー まあ不審自由があったら調査しましょうというのが110条の義務で,で110条の範囲は直接の相手方に限られて転得者保護の問題はもう学習済みで最後にえ53番えこれで休憩しましまょうえちょっと休憩してまあちょっと30分ぐらいやって終わり、表見代理が成立する場合に相手方は表見代理の主張をすることは別に必要ありません。 これはあくまでも、表権代理というのは相手方保護のための制度だから、表権代理が成立していたとしても、あえて無権代理人に責任追及することはできますからね、これはもう最高裁の判例が、明確に理由も含めて言ってます、表権代理が本来は相手方保護のための制度なんだから、あくまでも表権代理が成立して、本人に対して効果帰属を求めるかどうかは相手方次第なんで、もう無権代理のまま、無権代理人の責任追及というチョイスも全く問題なくできるという点ね。 これは相手方というのは無、表権代理の責任追及、それから無権代理人の責任追及選択的に主張をすることができると、まあ、いうことになります。であとは、下何気に重要です、これあのもう1つ、無権代理人が自らの責任を免れるために表権代理の主張をすることはできません。これは無権代理人が利用するべきあのツールじゃないからですね。 だから無権代理人からすれば無権代理だから責任追及を食らうとでその時に責任追及を受けた無権代理人はいやいやこれ、表権代理だから本人に言ってくれというような主張は、えー、できませんということです。これ、理由は同じですあの本来相手方保護のための制度なので、えー、無権代理人が表権代理の成立を主張して抗弁としては機能しませんと、まあ、これも必ずあの理由はもうこれにつきますから表権代理は相手方保護のための制度なので相手方以外が使うことは想定されていないと。 いうことですだから相手方以外が使うこともできないし、まあ、相手方としては使いたくないんだったら相手は使わなくてもいいんですよという話ですで一応ここまでのところで110条をめぐる問題終わったのでちょっと休憩後に今度は表現代理の問題として41番 の問題とそれから白紙認定についてちょっと触れてから、次回はね、今日は民法総則はもうほぼこれで、代言も含めてやったんですが、次回、時効から入っていくので、時効の触りのところだけちょっとやります。で、あとはごめん、最後に言い忘れた、えっとね、110条のこの761の前提として、の一言触れとくと、110条は法廷代理についても適用あります、その前提としてね。だって基本代理権があの 基本代理権として761条っていうものが一応例外的にありえるから110条っていうのは一応法定代理が基本代理権になることもありえるってことです一応。ということですね。まあそんなとこね。まね、あ、だからちょっと前提として一応まあちょっとこれもあ,あごめんなさいああぐちゃぐちゃ出したごめんなさいっ、えー、と一応前提として110っていうのは法定代理。 もう基本代理権になりますということであの、あの逆に言うとねあの百九条とかは適用されないんですよ法定代理は。だって代理権授与っていう概念が法定代理ないから。いやねあの百九条と区別しといてください。あの C.F で書いとくと百九条なんかはあの法定代理はダメなんですよ。 どううしてかい代理権事与による不要権代理だからそもそも法定代理というのは法律上の要件を満たすと法定代理権が発生するので代理権を授与するという概念がないわけよ。任意代理だったらもちろん任意代理の場合だったら代理権事与というのがあるわけだよね。ではあるけれども法定代理権の場合は代理権を本人が授与するということがそもそも予定されてないんですよ。だって後見だったら裁判所の審判だから。 えなので代理権自由の表権代理っていうものが109条は法定代理では観念できないので109条の場合は法定代理の適用はないんですが110条は法定代理も、OK、ですだからこの761条が一応基本代理権になる余地があるとまあいうことになるので一応まあ,あの担当かなちょっと担当っぽいねえではありますけれども一応109条の場合は法定代理入らないけれどもね。 えというところはね、見ておいてください。じゃあ、それでは、ちょっと5分、10分ぐらい休憩をしてからになります、最後は20分か30分ぐらいで終わっちゃうと思いますけれども、少し休憩をして、代理権のところを終わらせて、今日の1回目の講義、少しだけ、あれかな、時効を話して、次回の講義のちょっと、ああ一応、範囲だけ指定をしたところまで、今日やっていきましょう。では、それではちょっともうあと30分もありませんけれども、ちょっと休憩を挟んで、ちょっと20分ぐらいやりましょう。では、それでは、じゃあ、いここで、ちょっと短めですが、休憩します。 ではねえここから最後ということになりますえちょっと今休憩挟みましてえ最後はまあまあ十分から二十分ぐらいということになりますがえっ、ー、と一応まあ四セット目まあ次回からはねだいまあ最初はなんか講座の説明とかしないのでえー、普通にまああの順番通りえだいたい均等にはなりますけど今日はちょっと最初講座説明があった関係で少しあのえ最初の方が長くてちょっと後半短めですがえっ、ー、と最後まあ十五分ぐらいかなまあそのぐらい使ってですねえー、まあ内容としてはまああの代理のところを終わらせていきますえっ、ー、と十二ページです。 表見代理と有権代理の違いを説明せよというところまでは触れていますのでそこの続きからということになります。で主にまあやる論点としてはあの代理権需要 表示がどうなるかという41番の問題とそれからの白紙認証が頭の中で処理できていれば大丈夫ということになります、えー、まあ結構苦手な方は苦手にされるので一応、表権代理のところのまあ39番については一応もう前提でやってるんだけど、まあ、思考過程としてはまず有権代理無権代理表権代理という順番で考えてるけよね、えー、まあ99条の要件を満たしてるんだったらそもそも有権代理で本人に効果規則をするとで、まあ、有権代理に当たらない場合は無権代理なわけですよ。 まあ一応ね、有権代理だったら本人に効果帰属をすると、で有権代理に当たらない場合、もしくは、言ってみれば無権代理とみなされる場合がありましたよね、3つ、自己契約、双方代理、利益、相反行為、代理権乱用で相手方悪意有価質、悪意または有価質。 の場合には無権代理とみなされていきますから、まあ、思考プロセスとしてはまず有権代理かどうかを見て有権代理だったら本人に効果帰属するわけで,でじゃあそうじゃない場合というのは、まあ、無権代理行為ということになりますけどそれは権限外の行為になっちゃっている場合とそれからまあ あのまあ自己契約双方代理の場合、えー、利益相反取引に当たる場合利益相反行為に当たる場合それから代理権乱用かつ相手方悪意または有価者の場合は無権代理とみなされるからその時には本人に降果帰属しないんで、えー、無権代理に対する責任追及の問題なわけ。 で、では、無権代理に対する責任追及の問題になるけれども、そのような場合でも、表見代理の要件を満たしている場合には、相手方が表見代理の主張をした場合は、本人に対する効果帰属を相手方が主張できる。っていう順番になりますよね。で、この百九条、百十条、百十二条が表見代理の類型で。で、一応、まあ、百九条については、代理権需要表示に関する、表見代理です。で、一応、まずは、あの、百九条としては、代理権の与えた旨を表示したものについての。 表現代理ってことこになりますが、まあ、基本的に代理権需要表示については関連の通知とされていて、まあ、法律行為とは区別されています、えー、誰かに代理権を与えたっていう旨の表示です、まあ、簡単に言うと A さんが B さんに対して代理権を与えてないのに私は B さんを代理人にしましたということを言えばそれは代理権需要表示になっちゃうと。 まあ簡単に言ってしまうううとそういう話、ね、つまり A さん B さん C さんってモデルで言うと A さんは B さんに対して代理権を全く与えていないにもかかわらず、えー、私は B さんを代理人にしましたよっていうことを、まあ、なんか口走ってそれを C さんが信じたと、えー、C さんはそれを聞いて B さんを代理人にしたって A さん言ってるわけだからで A さんが、ね、それで B さんを代理人にしたんだって言ってることを C さんは過失なく信じて B を代理人だと思って取引したら全然代理人でも何でもなかった。 っていう場合の表権代理が109条ってことになりますが、え、で、この講義の中でも、まあ今、109条の例出したわけですが、まあ109条はそれでしょ。で、110条は基本代理権があって権限外の行為された場合。だから基本代理権があって、基本代理権の権限外の行為について表権代理。で、112条は、あの、組み、あれだよね、代理権消滅後ですよね。え、もともと代理権があったんだけれども、代理権が消滅した後に、え、まあ無権代理行為が行われて、で、相手方としては代理権が消滅したってことを知らなかったと。 実際代理権が消滅しているんだけれども代理権消滅してないということを過失なく信じたという場合が112条ですよね、代理権消滅後。ちなみに109条,条,10条と110条を組み合わせたものが109条2項ね、109条と110条を組み合わせたものが109条2項、110条と112条を組み合わせたものが112条2項にありますから。 えここはまあ条文の問題として確認しておいて、昔はねこれねえ民法が改正される前はあの頂上適用といって,言ってあの解釈論になってたんですけれどもえ代理権の授与表示についての表権代理と権限外を組み合わせたものが109条2項にあってで代理権消滅後かつ権限外ということであれば112条2項ということになりますがまあ一応、今回あの問題にするのはまず1 0 9条の問題を最後に今日やっていきますが1の0 9条でとにかくね聞かれるのは そもそもそんなことあんの例えば A さんが B さんを代理権授与してないのに、えー、B を代理人にしましたなんてことを言うことがそもそもあるのかって問題なんですよ、えー、そんなリスクのあることを A さんは喋りますかって話なんですよ で,で実際、一般的にはそんなことないんですよ、口頭で、えー、例えば私が、ね、本人の立場で代理人でも何でもない人に対して、えー、私は不動産の売却を、ね、B さんに任したんだなんてことを何にもなく言うはずないわけですよ、そうすると百計上ってどういう場合に使われるかというとほぼ白紙人状の問題です。 まあ簡単に言うと白紙委任状って何かっていうとまあ例えば私が本人で例えば B さんを代理人にするときには私は B さんを土地売買に代理権を授与するって私自身が文書を作るんですよだって本人が責任を持って作るわけ、ね、で私が自分の名前で私は B さんを不動産の売買についての代理人として代理権を授与するって言って代理,代理の委任状を作って B さんに渡すんですよで B さんはこれを持ってるからみんな信用するわけ で,で、考えたら、この、じゃあ、委任状って何かっていうと、私が喋ってるってことでしょ。私は B さんを代理人にしましたっていう、そういう文書が作られてるわけよ。で、これは簡単に言うと、この代理権の授与表示を文書の形で行ってる。で、それがその通りだったら問題ないわけよ。だけど、じゃあ、私は B さんが委任、代理権与えてないのに、そんな文書が出回ったらどうなります。それが109条の適用場面なんですよ。 つまり私は代理権を全く B さんに授与してないんだけれども私が B さんに代理権を授与したかのような委任状が世の中に出回ってその委任状を見た人は当然信じますからあ委任状あるんだったら B は代理人だと思ってほいほい取引をしたでて実は蓋開けたら違ったっていう場合でしょでこれが109条の、えー、代理権授与の典型場面でじゃあそんな文書が出回るのはどういう場合ですかと、えー、私がそんな文書を作って渡すはずないんですよ その時は通常、白紙委任状で渡してたら勝手なこと書かれちゃってるケースなんですよ。いいねえー、つまり白紙委任状って実際そんなふうに出回るかというとあの実務上、あの普通にあります、これはあの具体的にどういうふうなことを委任するかって分かんないときに差し当たり委任事項欄とかを空欄にして渡しといて必要に応じて書いてねって渡すことはある程度の信頼関係があるんだったらやるんですよ。 そしたらこの受け取った人がそれ信頼を裏切る形で本当は不動産の賃貸借の代理権しか与えられてないけれども売却って勝手に書いて売却の代理権があるかのような文書を作るそしたらこの文書は本人の署名をについてますから本人が作ったかのようになってるそうするとその文書全体として本人が代理人に対して土地売買の代理権を与えたかのような本人名義の文書ができちゃってるそうするとそれが代理権需要表示の表見代理の本質になります そうすると委任事項欄って基本的にどういう時にじゃあ代理権がこう問題になるかというと受け取った人が勝手なことをしちゃうケースが1つもう1つはそれが盗難されたりして出回って転得者が悪用するケース大体その2かつです、二つなんです。で,でこの時にあの難しくあの考える必要はありませんあの乱用される箇所は2つ1つは委任事項です。 えーまあ、言ってみれば不動産の売却なんかは代理権与えてなくて白紙委任状を渡して賃貸借の権限しか与えてないのに勝手にそこでは勝手に違うことを書いちゃうっていうケースがまず1つこれが1つねもう1つは代理人欄例えば私は B さんに代理権与えているのに勝手にそこに C さんの名前とかを書いちゃうと C が代理人であるかのような文章ができちゃうわけいいですよねであとはその両方 つまり私は誰々を誰々の代理権付与するっていう空欄が2箇所あって私は B さんに賃貸借をお願いしたいのにそこを悪用されて例えば転々譲渡を受けた C さんがもう白紙人情って本当に最強の書類だからもう例えばそこにね C さんが受け取った時に私を代理にして C を代理人として500万円の借り入れの権限を与えるとか言って勝手に借り入れちゃうとかねそういうことができちゃう両方のケースっていうのがあるでこの時のポイントっていうのはまず言えることね えー、白紙認証でまあだいたい言われてんのが点々予定型と呼ばれるものがあります。覚える必要ないですえー。点々予定型っていうのは白紙にしている。根拠は誰でもいいから白紙にしているってケースです、えー。これはちなみによくあの不動産の登記とかをお願いするときにまあ、大きな司法書士法人とかにお願いすると、とりあえずやっぱり委任状がなければあの代理登記できないでしょ。だから委任状は書くんだけど、担当する司法書士の先生が誰なのかっていうことが、まだその段階で決まってないと。 まあ実際に不動産の登記をその司法書士表示にお願いしたい、えー、けれども誰々に委任するって書いちゃうことがまだできないと担当する先生は分からないからだからとりあえず白紙で渡しておいて担当する先生の名前をそこに書いてもらうとか、まあ、そういうケースあとは弁護士法人なんかでもなくはないです、えー、弁護士法人だったら担当する弁護士の先生がまだ分からないからとりあえず委任状白紙で預かっておいてで担当する先生決まったらその担当する先生の名前を書くとつまり私は誰々弁護士誰々に委任するっていう誰々の部分をカランプにすると っていうケースでこれは正直なところ、濫用されることがありえないルートなんですよ、つまりそこには A さん、B さん、C さん、D さん、誰を書いたとしてもいいから白紙で渡してるのよ。ということは、少なくとも点々予定型っていうのは、正当な取得者だったら誰が代理人であってもいいという趣旨で、えー、次々と移転されることを交付してされているというものです。ということは、原則として、乱用はないんですよ。 つまり白紙の理由がエニーだからってことです白紙の理由がエニーだからですもう誰でもいいってからもう白紙にしてるっていうわけですね。ということは点々予定型だったら代理人欄の乱用にはならないから問題になるのは異人事項欄が乱用されてるかどうか。ということは異人事項欄に乱用がなければ問題なき有権代理です。 えー、つまり不動産登記をお願いするという代理権を授与してで誰でもいいよ担当する人は誰でもいいよって白紙で渡してでそこに任意の人が書かれててで不動あのちゃんと不動産登記ならば問題ない代理権ですよねつまり誰でもいいよっていう趣旨だから代理人欄欄乱用されてないんですよじゃ,あじゃあもし仮に委任事項が乱用されてたら例えば誰でもいいよっていう趣旨で代理人欄空欄で渡しています 誰でもいいよと一緒に代理人ら空欄にしていてでこの中にじゃ不動産の賃貸をお願いしたいと思って渡してるんだけど不動産の売却って書いちゃった場合その部分は濫用されてるでしょということはこれは110条の問題なんですよつまり基本代理権としての不動産賃貸の不動産の代理権があるわけでしょにもかかわらず110条の、えー、実際問題になりますよね売却の代理権があるかのようになっちゃってる売却行為を行っているでそうすると ここれれ気づいいたらあれ素敵なななんんでですす。が、条の問題にはこれなり得ないんですつまり109条っていうのは代理人欄が乱用されている場合なんですつまり B さんに代理権を上げてないのに B さんが代理人であるかのような委任状が出回っちゃった時でしょで点々予定型は基本的に誰でもいいんですよその代理人はということは私が白紙で代理人欄を白紙で、えー、もう誰でもいいよって趣旨で委任あの。 白紙人状渡してそこに A さんが書いておうか B さんが書いておうか C さんが書いてようがそれは問題にならないんですよ私は簡単に言うと白紙人状を作った理由はそこに書いている人を代理人にするっていう趣旨なんですよそこに書いてそこに書かれた人を代理人にするよっていう趣旨で白紙人状渡しているからもう代理人欄が乱用されるってことはなくてそこに C って書いてれば C が代理人になるのよその白紙人状は 極端な話、たくさん人がいて、もう、Z さんみたいな人、もう全く知らない Z さんが、そこに書かれてても、私は白紙人情は別に、そういう趣旨で渡してるんだったら、そこに書いてある人なら誰でもいいっていう趣旨なんだから、まあ、Z さんが出てくれば、Z さんを代理券渡したことになってますから。でそこに要するに、書かれた人なら誰でもいいですよっていう代理権あの白紙人情を出してるんだったら、代理人なんか用にはならない。そうすると、109条の問題ではないんですよ。 条の問題でではないんですだから、あのー、そこに A さんだろうが B さんだろうが C さんだろうが Z さんだろうがそこに書いてありゃいいんですよ。とい話ですそこに書いてある限りにおいては私はその人に代理権を付与しているってことですからじゃあ問題になるのは何かっていうと点々予定されてないものつまり私は B さんに渡しました B さんに渡したんだけれども、えー、B さんが代理人であるということを前提に渡しているとき つまり白紙で書いてるんだけどその白紙は B さんだっていうことを埋めることが予定されてる時でこの時はえもう端的に非点々予定型っていうふうに言われていてまあ特定のものにもう代理権を渡しているつまり B さんに代理権を渡してその B さんが代理人として振る舞うことを予定して委任状を渡している時その時は B さんしか書いちゃダメでしょその時は B さんしか書いちゃダメでしょそれがこれです非点々予定型でかつ直接型っていうのは 要は本人から委任状を受けたものである場合ということですからそうすると B さんに渡して B さんが自分の名前を書いているからこの時も109条の問題にはなりませんだって B さんに書いてもらうつもりで B さんに委任状を渡して B さんはそのまま B って書いているんだからということは予定された通りでしょうつまりあの簡単に言うと109条の問題になるのはこれはもう試験対策で出たらもうこれだけ抑えて本人が予想しない名前が出てきたら109条なんです だからそもそもさっきちょっと戻った点々予定型は誰が書かれてても予想内なんですよ。もう誰でもいいって私で白紙なんだからどんな名前が書かれても想定内なんですよ。で、この43番は要するに渡した人の名前が書いてあるケースでしょ、ね。渡した人の名前が書いてあるケースだから想定内なんですよ。B さんに渡して B さんの名前が書いてあるっていう状態でしょ。なのでこれも別に結局代理人欄の乱用なしなんで、とりあとず同じなんですよ。 42番と同じ問題、同じ処理になります。で、最後に問題になるのは、これです。えー、と非点々予定型関節型、これ、覚える必要はないけれども、転得者が勝手に名を語った場合です、これは。えー、ということですね、まあ、関節型っていうのは、無権代理行為を行ったものが、白紙人情の転得者である場合。まあ、つまりこのにには B さんに 白紙人状を渡ししたたたんんんだけれれども勝手に C さんが自分の名前を書いいちゃったみたいなケースでこれは私予想してませんね本人はね本人としては B さんに代理権を付与して B さんにやってもらうつもりで白紙人状を渡したら勝手に C さんの名前が書いて出回っちゃってるってことだからこれは代理権を与えてない人が名前に出てきちゃってますつまり本人からすれば想定外の人物が委任状に出てきてるこの時は109条の問題。 つまり代理権を渡してない人が代理人であるかのような表示を本人がしちゃってるんです委任状の作成を通じて当然あの白紙委任状の乱用って形ではあるけれどもつまり本人名義の委任状という文章で代理権を与えてない人の、えー、に対して代理権を与えたっていう表示が現れてるということはこれは条の問題なんです。いいかなあの白紙委任状だからこれ暗記する問題ではなくて2箇所の乱用事項があるわけね で第二連欄の部分が乱用されているときは本人が代理権を与えるつもりがない全く無関係な人が書かれているつまり言い換えれば、えー、本人からしてみれば代理権を与える意置がない人の名前が現れちゃっている場合109条になるであとは委任事項欄については言ってみればあれ110条の問題でしょ実際に与えている代理権とは違うことが書いてあるわけだから基本代理権を逸脱するような代理行為が行われることになるから110条。 じゃあこの2つ合わせてどうだったらこの時は一応民法改正されたことによって条2項でやればいいいんじゃないつまり代理人欄が乱用されてかつ委任事項欄も乱用されてるんだったらえまず代理権需要表示の部分も表現代理になっててでかつ委任事項欄も乱用されてるんだから109条と110条の合わせ技で109条2項の処理まあここだねえ両方乱用されてる場合には109条2項のえ処理ということになります。 で一応、ね、判例はあの古い判例ではあるんですがさすがにこの2つを濫用されたらあまりにも本人、かわいそうすぎるからもうそもそもこれは受験自体がなかったものとしようと、まあ、いうのが一応、判例はあるんですよ、これ委任、えー、事項も濫用されているという場合結局、109条の濫用もあるし委任事項の濫用もあるということだったらそ,のままそれはそもそも代理権の授与表示ではないとして、えー、もう本人を保護する必要があると、まあ、いうことからこのように。 委任状の受任者名義が白地であるかといって当然に第三者が乱用した場合まで109条に該当するとして乱用者の契約の効果を感知しなければならないものではないとして本人への効果帰属を否定しているんですよ。まあ、言ってみれば109条と110条両方とも乱用されちゃってるってなったら本人の不利益でかすぎるからさすがにこれはあの本人保護の観点から本人に効果帰属させるべきではないという判例が昭和にあるんです。ただ この判例あるけど私個人はもう109条2項が新設されたから生きてないと思っていいかなあのだって109条2項は両方とものときは表現代理成立するって言ってるからあの一応その判例は一応あるんだけど、まあ、正直これをめぐる最高裁判例がないのでどっちも正解だと、まあ、間違いではないと思うんですが一応古い最高裁判例は白紙委任状で委任状欄あござい 白紙委任状で代理人欄が乱用されていてでかつ委任事項欄も乱用されてるってなったら本人とんでもない不利益なの簡単に言うと B さんに50万借りてきてっていうふうな代理権委任渡したら全く無関係の C さんが100億円借りてくるみたいなことが起こりちゃうわけですよ。 まあ極端な例だけどそしたら本人に降下帰属させるのはさすがにあまりにも気の毒だということで、えー、一応、古い判例ではあるけれども、えー、まあ代理権需要表示自体を否定して降下帰属本人への降下帰属は認めないという古い判例はあるけどただ、改正前の,あの条文なのであので改正前の判例なので、まあ、今はこれがあるから私は試験だったら本人かわいそうだけど192項がある以上は192項で言っていいんじゃないというふうに一応、私はやっちゃいますからね。 えというところです。一応、ま、ここら辺のところは各自確認しておいてください。あと、ほんと一瞬で、最後に。えっ、ー、と、ま、今日、ちょうど、あれかな、あの、代理までしっかりやりましょう。えっ、ー、と、41番問題の取材は私もやってます。あの、事務処理契約、つまり委任契約が行われて代理権が与えられているっていう場合、委任契約が取り消された場合、あの、解除の場合は訴求行じゃなくて将来行だから、解除の場合はそんなに問題にならないんですが、えー、事務処理契約が取り消されて、訴求的になくなった場合、 えー、代理権の授与契約どうなるかって問題ですでこれちなみにあの2つの学説紹介しますが自分のすっきりする方か実説しっかり固めといてくださいどっちもありますからこれはまず一つの、ま、ず前提として確認すると無名契約説っていう言葉大丈夫あの一般的に事務処理契約つまり委任契約と代理権の授与は別な契約ね代理権授与契約っていうものは委任契約とは別途に行われる無名契約 民法に規定ののない無名契約の意思とされてますですから代理権の授与というのは別物だから委任契約が取り消されたから論理理必然的に代理権授与がなくななくるわけじゃないんですつまり委任契約がなくなったとしても論理的には代理権授与って別物だから代理権授与だけは生きてるということは論理的にあり得るよというのがまず大前提でただもちろんその委任契約と代理権の授与は密接に関わってるでしょ。 だからさっき私が言ったように委任契約がなくなっているのに代理権が残っているというのは非常に気持ち悪いわけですだから2つの契約は別途の契約つまり別個の無名契約として扱われているけれども一方がなくなった場合は他方に影響するという誘引構成というものを取るんですでまずこれはあの2つの学説共通してますあのつまり事務処理契約というのは委任契約、まあ、簡単に言うとあれですよ皆さんが弁護士に何か依頼するときに委任契約書と 委任状を2つ作るんですよこれは別個のものもだよってことこだから私はこの損害賠償請求事件についてこの弁護士に依頼しますよってことの委任契約を結ぶわけそこで報酬とかも含めて委任契約を結ぶでしょでその委任契約書っていう書面とともに代理権を授与するための委任状も作成するんですよでだからこの委任状の作成っていうのは代理権の授与なわけで委任契約っていう契約書と代理権の授与っていうものは別物なんだと。えー、ということね。 要するに代理授需要というのはまあ別個の契約として存在するただあの論理的には別個の契約なんだけど一方がなくなった場合もう片方も消えるとすべきだろうとつまり事務処理契約の取り消しに伴って代理権需要行為も消滅するつまり無名契約説を前提に誘引という構成をとります でなぜこの誘引という考え方を取るかというとあの、まあ、事務処理契約が取り消された後も代理権が残っているということはやっぱりあの取引関連に反するので、えーまあ、いわゆるいあの委任契約がなくなれば、えー、代理権もなくなるということになるで問題になるのはそれが訴求項だかどうかなんです取り消しだったら、まあ、こ最初にやっちゃうと解除だったら将来項だから特に問題ないんですよ解除だったら解除した後は代理権なくなるよという代理権消滅後の話なんです でただ、訴求項を持つような例えば詐欺取り消しとかで取り消された場合代理権も訴求的になかったことになるとすでになされた代理行為は全部遡って無権代理になっちゃうんですでそれはやっぱり妥当ではないでしょなので取引の観点から誘引ではあるんだけれども消滅の効果は例外的に訴求項とはしないと。 つまり、えー、大元になる委任契約が訴求的になくなったとしても誘引たる別個の代理権事要行為についてはその訴求するところまでは誘引,しないあ誘引ではならないとあくまでも消滅することというのはつながるよね。 委任契約がなくなれば代理権もなくなるけれども遡ってなくなるっていうところまでは取引の観点からやっぱり認めるべきではなくて、えーまあ、委任契約が遡ってなくなったとしても、えー、その代理権の消滅の効果はやっぱり将来行つまり、えー、取り消しのあったね後にいくとあれそれがこれなんです最もから先これが一つの見解、えー、つまり代理権持浴行為も訴求的に消滅するってなっちゃうと第三者に不足の損害が生じるためやっぱり将来行になるんだと。 だから、まあ、言ってみればあの取り消される前の行為はとりあえず有効な行為取り消される前の行為は代理行為として捉えられていてで取り消した後については消滅後と考えていいとつまり将来行為だから代理権消滅は将来行為だから委任契約がなくなったとしても代理権というのは最将来的になくなるから代理権消滅後の表現代理の問題になると。 というのが一応この条で処理する限界で一応これが一つの学説です。まあやっぱりね取引,観点取引の観点からすればうん、まあ、これが一番自然かなという気はしますでで。ちなみに委任契約の解除だったらこの議論出てきません、繰り返します委任契約の解除はそもそも将来こうだからこの議論は出てこない。 もともと委任契約の解除の効果自体が将来行だから代理権消滅の効果だって将来行だよってことで有因構成で何の問題もなく説明つくで取り消しのような訴求項を持っているもので委任契約がなくなった場合には今回取引安全の観点から有因ではあるけれども代理権消滅の効果は将来校にすることで112条の問題とすると消滅後のものについては。 っていう話ですであとはまあこれ考え方としてこういう考え方もできますの、ね、で米印にあるんだけどさかのぼって将来校じゃなくてやっぱり代理権の消滅は訴求校なんだけどだけどやっぱり消滅前の第三者との関係でその効果を、えー、と対抗できないという法律構成も考えられます。まあ、言ってみればあの代理権が消滅あごめんなさい 委任契約が訴求的に取り消しなくなくった場合やっぱり誘引からすると代理権も訴求的になかったことになるけれどもやっぱりその訴求的になかったことを取り消し前の第三者との関係で対抗できない結果えやっぱり訴求行にはならないよっていう考え方もあり得るっていうことですねまあ一応基本的には今言ったのが一つのパターンですあのあくまでもこのあまあ言ってみればあれだよねその代理権の需要行為っていうものは 一応、取り消し前の第三者との関係ではやっぱりね保護しなきゃいけないからまあ結局のところ、取り消されると委任契約が取り消された場合代理行為についても影響するけれどもやっぱり将来的に効果がなくなるにとどまるよだからその代理権消滅後の表権代理の問題になるよという見解。 もう一つの CF っていうのが、これが結構有名どころのもう一個有力説で、こっちで勉強している人もいるんで、これだけちょっと説明して終わりましょう。ちょっと長くなってごめん。あの、訴求項であることを貫徹する見解です。つまり、あの、代理権の授与行為もやっぱり訴求的になくなるから、初めから遡って全部訴求的に無限代理なんだと。いう見解。 えつまり無名契約プラス誘引という考え方を貫徹すれば、えー、委任契約が訴求的に取り消されれば最初から委任契約がなかったことになるから最初から代理権は授与されてないとつまり最初から授与されてないから112条の表権代理の問題にはおよそなり得ないという見解でもこれだとなんか表権代理が成立しないんじゃないかって問題が生じるんですじゃあこの時どういうふうに考えるかっていうと通常委任契約を取り消されたらまず最初にやることは何ですか ということを考えるんですよ、えー。委任契約を取り消した場合、まず一番最初にやることは、委任状の回収なんですよ。じゃなかったら、委任契約を取り消したのに委任状があったら、一人歩きしちゃいますから、本来だったら、委任契約を取り消した時点で、えー、交付している委任状は即回収すべきなの。で、それを回収しないことが、新たな受験表示だっていう見解。つまり、本来だったら、要するに、刑法でいう不作違反みたいなもんです。えー、本来だったら、委任状を回収すべきなんですよ。 委任契約取り消したらで取り消したら回収すべきなのにもかかわらず委任状を回収せずに漫然と放置していることがこれは放置していることが新たに代理人でも何でもない人に委任状を渡しているのと同じことなんですよ。ということは109条1項の要するに代理人がない人に対する代理権の需要表示を行っちゃってるんだって見て109条の問題として全部捉えるという見解がこれです。えー、とちちななみにこっちも結構有力なんですよ あの訴求口を貫けばその事務処理契約が取り消されれば代理権需要も全部なくなると。ということは最初から代理人じゃなかったことになるから112条の問題ではないということ、ね、で、まあ、なんだけどやっぱりこれです取り消した後に漫然と委任状を奉仕していた事情だったらこれが要するに109条の問題となるとだから原則論はこれなんですよ原則論としては 受験行為が取り消されれば受験表示も、えー、訴求的に無効になるから初めから112条の問題は成立しえないと <laughs> で1九条も1十2条も成立しないし、えーまあ、ここにもあるように受験表示自体も訴求的になかったことになるわけだから、まあ、109条の保護っていうのはやっぱりないんですよね、まあ、ちょっと分かりにくいけど あのおそらくまあインプットが1回終わってるっていう前提でいくと,、えー、とインプットで必ず触れてると思いますこれ何らかの形で、えー、なのであの一応委任契約が取り消された場合、まあ、この CF で書いた見解っていうのが一つの見解としてえか、ー、って全部なかったことになるからもう委任契約も受験表示も全部なくなるんですよ委任表示も受験表示も全部なくなるから初めから全部無権代理だったってことになるわけですでだから受験表示自体もなかったことになるから その受験表示自体もなかったことになるから、まあ、結局、112条はおろか109条も、えー、この訴求的になかったって見解からすれば、えー、もう委任契約の取り消しによってもう受験行為も全部なかったことになるから1 1九条はおろか109条も成立しないんですよだけど、えー、委任状を放置するっていう新たな不作為的な行為があるわけ。 その場合にはこの後と漫然と回収しないでほったらかしにして委任状が出歩くということがあればそれは新たに委任状を交付したのと同じことでしょうと。 ということですね、まあ、つまり委任契約が取り消された後にそれを放置をしてずっとほったらかしにしているということは新たに委任状を出したのと同じことになるから新たな受験表示と捉えて、えー、そうするともう代理権ない人に対する受験表示だから、えー、109条の問題として処理するんだという、まあ、考え方、まあ、具体的にはこの辺のところはおそらく九州法置券の問題なんかでも出ているので、えー、もう一度見といてください、えー、と一応、ね、予備でも出ておかしくないかなと思うので,あのでちなみにどっちの考え方をとってもいいです。 あの要するに、誘引かつあ無名契約で誘引というところはぶれないと思うんですがあのいわゆるあの上のほに書いたのは、えー、委任契約が訴求的になくなったとして誘引なんだけれども代理権事与に関する効力というのは訴求行にはせず将来行にするんだだから112条の問題なんだという見解。 ででこの訴求項誘引を貫徹して、えー、代理権需要も完全にあ最初から訴求的なかったことになるんだという見解ならば、えー、その後の漫然として放置した事情というのを新たに委任状を交付するのと同じだろうということで、えー、109条の問題と捉えていくと。 ということになりますので、えー、ここの部分はしっかりとあの確認しておいてください。あの九州応試験では複数回出題履歴、しかも結構新しめの、えー、問題での出題履歴あるところなんで、えー、しっかり確認しておいてください。じゃそれではえっ、ー、と今日ちょっと長くなっちゃいましたが、えー、一応第二までは全部ねあの重要事項を含めて、えー、特に白紙認定の問題なんかもねあの。 だか難しいことを書いているようで、実はあの大剣のらごめんなさい。第二欄の乱用されたら109条でえ委任事項ーラ乱用されたら110条でっていう話なんですよね。で、あとは白紙委任状の交付の趣旨として、その代理人欄の濫用があったかどうかっていうのは？ その予想されていない人が書かれているかどうかというまあ,ある意味その委任状を交付するときの合理的な意思解釈というものが聞かれているという話だからまあ具体的な問題文の事情とかを使って処理パターンを学んでいくということになるかなと思いますで次回ですけれども次回はまあ今日はあのまあ事前にあの問題を見る機会なかったと思うので次回はまあ大体あの範囲も予測できますと思うのでえっと一応時効から順番に見てできれば物件全体をちょっと通していきたいなと思っていますので一応余力がある方は物件最後までなので164番まで。 が一応、物件の内容になるのでそこまで見ておくとよりあのまあ一つのまとまりになりますが講義上、そこまでいくのは現実的ではないのでおそらくは定当権までだと思います進んだとしても145番の定当権までかなと思いますのでまあ一応、ああ前もって見ておきたい方は一応物件全般ということでね え見ておいていただきたいところですが、まあちょっと回らねえなっていう方は、えー、低等権のところまで見ておいていただければと思います。じゃそれではえ本日ですね、まあポイントコアについてはまあこのような形でまああの重要事項ありますので、あとはまあ復習する際にあのようわからんっていうところがあったときにそのインプットしているところをもう一回見てください。あのインプット教材は多分それぞれ皆さん違いますから、あの例えば私の入門とか受けてる方は多分入門でのレジュメとかになるし、あとはまあ例えばえ基本書とかでやってる方はそこの部分とかが対応する場所があると思うんで、そこのところをちゃんと 自分なりに聞かれたら答えられるという状況を作っておいて穴をなくすのが、ね、目標になりますので、まあ、しっかり回数も民法5回で全部やりますのでししっっかりやっていきましょうではそれでは本日のポイントカー講座今日が民法の1回目です、ね、少しあの時間がかかっちゃいましたが、まあ、今日の講義はここまでといたします。それれでではお疲れ様でした